はい、猫舌ショールム5の部屋、本日のゲストはどなたですかはい、水道橋博士です。はい、ボケないんでここで。<laughs> 井上尚弥って言おうとしてんだけど、<laughs> はいはい、もうええかい。いいですよ、そういうのは。うん、そういうの、もういいか。でか <laughs> あ、音出ちゃってですよ。今日ね、これなんか、もしかしたら落ちるかもしれない,っていう。<laughs> はいはいはい。まあね、うん、綱渡りな感じで行きますけど。綱渡りっていうか、本当に一人なんだね。うん ででももこれでもだいぶマシになりましたよ。前はだってスマホ一一台での人での人したからね。そうなんだ、うん、俺だけど「猫舌ショールーム」の第一週って俺やってたんですよ、うん、はい,はい、はい、その時スタッフいて「うん、博士の店」っていうね高円寺でやってたとこかが中継しましたけどまあまあ大掛かりっちゃ大掛かりですた。他の曜日結構ちゃんとした番組で、うん、僕のだけがこうそうなんだ 1>, <laughs> 1週間投資でやってるってもうなくなってんのえーっとな,なんていうのかな最初の立ち上げの時に日曜日ずつ出演者が決まってて、うんうん、この曜日はキングコング西野さんとかうん、うん、で、日曜だけがフリーだったのかな博士がね今日は回線悪いかもってフリー <laughs> はい、はい、早いなと思ってたんですよ、ええ、そんなすぐ言わないでもいいのにと思ったら、ええ、言っててよかったでしょんとによかったたちゃんと伏線が張れてた <laughs> <laughs> 回収回収いやこんなに早く落ちるもんなの初ですあそうこんな早く落ちたことはないああでも僕 YouTube でこれ見てますから今このちっちゃいあれなんですねそうですよショールームのこのねシステムでやったり今日は僕の誕生日なので誕生日のゲスト誰がいいかなと思ってつながりの深い 博士をお呼びしたわけですよ嬉しいですよしかも二年ぶり誕生日を過ごしてるんですよはい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 二年前ね、俺の復帰のバンディットでライブやった時にあの、マンツーマンでね、あれライブしていただいたんで実は付き合い長いけど、マンツーマンってほぼないんですよねないですねそう俺もずっと、ゴーちゃんと声が聞こえません、マジマジそれはないって大丈夫聞こえてます 聞こえてますかさすがにそれはない <laughs> びっくりするなぁ。恐竜語っていうことってそうなんですよ。そういうわけで、さかせとは、おそらく僕の記憶だと、ええ、あのー、初めて僕の仕事を褒めてくれた芸能界の人なんですよ。ええ、あの紙、ー、のプロレスの小さい方の頃ね。うん、柳沢武さんもずっと褒めてましたけど、うんうん、あんなに褒めるかっていうぐらい褒めてましたね。 あの神のプロレスでいる若い衆ぐらいですね、うん、最初。うん、で、はいはい、大林プロレス大辞林を連載してたのかな。プロレス,ス用語大辞林というのを、うんうん、僕のヘンプロ時代の後輩と二人でやってて、うんうん。あれをめっちゃ大絶賛してたでしょ。そうなんですよ。あんなの思える人いないんで、うんうん、あれはトラブルの火種にしかなってない。<laughs> <laughs> 本当にピリッとね、<laughs> うん、あの絡みをこう入れてるからね。<laughs> ちゃんと、ああ、ためになるな、なるほど、何年にこれあったんだ。え、うん、え、何、この人、何、こんなことしてんのって終わる。短い、ね。悪い癖で、どんな短い文章でも、何か入れなきゃっていう。うんうんうん、余計な話なんだよ。そう、そうん、そう、そう、そう。それをやり続けてたので。あの、いろんなトラブルが、いろんなところで起きてましたね。うん、プロレス大辞林自体は、本にならなかったんだ。なってないですね。ああ、そう。うん、あっちにも入れてないのに。 え、全部。え、商標の存在にも入れてないんだ。あ、そう。俺そういうやつを集める出版社を作ったんで。そういう出版されてないけど面白いぞっていうのはね。なんかでもこれはよく言うんですけど、僕の古い原稿別に今解禁することで僕のとこは多分ないという。ないよね。あの余計なトラブルが起きる可能性が高いけど。まあでも死んでるって場合があるから。まあね。結構多いでしょうも。はいはい。それで。 その後、この本を作ったんですねトンパチはね王賢さんとカメプロ編集でこれ王賢さんが結構うつうつとしてる時期そうなんだやばい時期ですよええ96年ぐらいかなかなうんカメプロがちょうど小さいのが終わって谷間ぐらいの時ですねなんでこれ原文詞原文詞だから出てるんだろうで 基本王賢さんの本なんですけど浅草キットが2本やってて、うん、で僕が1本やってて、うん、でキットの企画の時は僕も立ち会っててみたいな感じで関わってたんですよねうん、うん。そうですよね。うんうん、でこれにも中がついていてはい、はい、その中がまたピリリと辛いんだよな。<laughs> まあ、僕はこの頃、プロ客中家を名乗って、うん、いろんな注釈を書いていてでうん、うん、博士の、うん、あれはリンタマかなリンタマの企画で。うんうんで 僕に注射書いてくれっていうオファーが来てあったねそうなんですよというぐらいからの関わりでここで面識ができて博士の家に遊びに来ないかって言われて行ったらウィングの T シャンゾのデザインとかやってるウェイチ君と二人で遊びに行って最近よく会うよはいはいはいですねはいはい あのパクリ T シャツを作っているでお馴染みのあまりオープンには言えないでも東野莉がはっきり言ってたけど何これこれあかんやん昨日ね確かにねあれも俺なんか「ピーナッツ泥棒」って言ってましたけどねはい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 あのスヌーピーのねスヌーピーのイラスト豆泥棒ですあれ前からあれなんで OK なのか不思議だったんですけどスヌーピーのパロディならセーフみたいな空気になってますよねうん ででもダメですよ、ねうん、社会もう全世界的にいろんな人がパロディやってるけどまああれも面白かったね昨日もね、はい、あっ誕生日なんで、はい、もう俺誕生日プレゼントは、うん、実は渡してるんですがはい、はい、改めてね、うん、なんか博士が何を持ってくるかっていうの期待されたんでそうなんですよ結婚やはすでに結構前に頂い,いてます、はい、ちゃんと東不倫ルールを俺も守ってやってましたからね、うん、また 大丈夫。スリージンが本当で一瞬止まった。怖いな、綱渡りだな。はい。復活してます。大丈夫です。ああ。まずケーキを。はい。ありがとうございます。でも。これで開けないやつやりました。なんすか、それ、ゃ。わかりづらい。わかりづらいけど。ケーキをもらった。いただきました。とにかく、じゃあ、開けてくださいって。吹いて。あの、消すっていう、あれ、あるじゃないですか。はい。 で、俺番組何個も掛け持ちしてる時期あるじゃないですか今ゼロですけどレギュラー5本ぐらいある時その時あれを5回やらなきゃいけないんです1日めんどくさいですよねめんどくさいっていうかあともうもう食べ過ぎてるからケーキっていうのなりますよねしょっぱいのくださいみたいなねあと一番のプレッシャーはホールケーキが出るんですよ で「生クリームいいっっぱやてるんでで、すよ出るか出るか?」って言われながらここに突っ込むっていうパターンをやらなきゃいけないんでやって正解なのかやらない方がいいのかうちの相棒がいるとパンと突っ込んでくれる時もあるけど一人の時はもういいケーキでそれをやっていいのかとかそうそうそうスタッフが今美味しくいただいてますすす大丈夫ででかはい、そうなんよ分かかったでしょ そうういしんどさ特に結婚に関しては結婚まあ結婚関係なくその子も誕生日でホールケーキをもらって当然食い切れるわけもないのに持って帰って何日かに分けて食べてる時に何やってんだろうなと思いますよ本当に一人暮らしで甘いものは好きなんですか好きですけど食食ケーキをいや大変ですよ俺この間朝日芸能の最後の打ち上げの時にね ね、あの、いやいやあれ、中野で有名な割烹なんですよ。はいはい、で、めちゃめちゃうまいんですよ。うん、で、ね、ちゃんと船に乗って、うん、あの、刺身出てくるけど、ゴー、はいうん、ちゃんが肉は食べられないっていうの知ってたけど。うん、魚もダメだっていうのは、あの時初めて知りました。魚の方がダメなんですよ、ね。そうなんですか。もともと魚が食えなくて、肉を食べてた人間が肉をやめた。んですよ、うんうん、そうなんですか。うん、これだけ長く付き合ってても、それ知らなくて。うんはい ずっとあの、うん、野菜の天ぷらだけを食べ続けるっていう、ね。<laughs> そうそうそう,そう <laughs> あんな有名な店で。<laughs> <laughs> まあそれが日常ですよ。あそう。みんな知ってんの周りの人は。いや知らない仕事するとき大変でしょう。まだだ発表はしないですからね。ああ で、また僕がややこしいのがそんなに生野菜好きなわけじゃないんですよでも良かれと思ってじゃあちゃんとゴーちゃんでも用意していたからっつって次々とあの、菜食と思われてね野菜スティックとか出されるんですけど僕あのまず野菜スティック大嫌いなんですよあれぐらいの太さのただの生野菜って本当に嫌いな上にバーニャカブだって魚なんですよああもうダブルで嫌なんですよ本当に迷惑で適当に僕頼むんでっていつも言うんですけど わかる、そういうのも、明日ドミョンで、湯川直弘さん、のところ出るんですけど。で、俺が、物件がいろいろやってたんですね。一時間ぐらいで全部決めたんだけど。ちょっと博士すごい、って言って。明日シャンパンを開けますって言われるんだけど。シャンパンが嫌いなんですよ。良かれという。の良かれと思われても、さあ、ちょっとドンペリをとかあるじゃん。昨日もドンペリ出てましたね。ドンペリは、えっと、つんくさんからもらって、まだ、飲んでない。そうですね。あのみんな、あの、ドンペリ開けると、みんな、こう、あの。 ね、祝われる人は乾杯って気持ち良いって思ってるかもしれないけど、俺は全然ドンペリダメなんですよ。あの浜田祥吾のマネーであのベッドでドンペリに読んであの歌詞を読んだときにめっちゃ憧れてて、で初めて飲んだときにうわまずって思いました。ジュースみたいな感じですか。ジュースだとなんだろうね、あ甘すぎるんだろう。ね。そういうのもあって、あといろいろね、こういう贈答で何を送るかっていうのをね。 めっちゃ考えて、昨日オキテポルシェさんがこうちゃんに「バスタオルをねあの人は結婚相談所やってるから前の女が使ったかもしれないバスタオルを女性異性は嫌がるから」って言ってバスタオルやってたじゃん。はあなるほどこれね僕も芸能界にいた時があるじゃないですか。 いた時。えー、今ドブいいド、今ドブ住まいですけど。<laughs> まあ、ドブ側なんです、ね博士もねで。いや、ここ俺、三角コーナーだと思ってますから。<laughs> ドブの中でも一番、野菜くずとかねそう。野菜くずとか捨てられて、<laughs> うん、あ、あそこの三角コーナーに集められたここだと思ってるから。うん、あ、三角コーナー住まいじゃない時がありますから。はいはい、あの、結構な人気タレントである時とかね。うん、で、いろいろなシ。ショーに招かれるじゃないですか。はいうん どうどうしてます花を出すとか、全くやらないんですよ。やらないでしょ。霊状とかも書かない書かないでしょ。それがドブ側なんですよ。サブカル側がそっちなんこれに慣れたら終わりだなと思いながら。芸能界は、やらなきゃいけない。ましてお笑いの世界は、上下関係ちゃんとしなきゃいけないから、高田先生しくじったら終わりだし、ちゃんとしなきゃいけない。いなり寿司でもどこのいなり寿司だとかね。それで。 ままあまあ、僕は出る側の方が多かったから高田小学校とかすごいんですよもういなり寿司、もう何個もらうんだったら有名なやつをね。とかで自分でもらってもやっぱ生物っていうのは困るんだ今吉本禁止になりましたよねこの間。うん、そうか生物はダメなんだなとかっていうのをむしろ花で済ませると楽じゃないですか、うんうん、もうこれで。 決定だから逆に贈り物難しいいじゃなですか。特に結婚なんか一緒に何度の人もいるけど一緒ですか僕も頂いてますよ郷ちゃんから僕が結婚した時20年前。記憶ないですしょうでもいやいや俺もああいうのはリストで全部持ってるからだからちゃんとそれはお返ししなきゃいけないぞっていうねそういう想定をしながらまあまあ 病気の時は俺から何も来なくてもいいじゃないですか。僕自身が落ちてるから。だそういうのがない時に、高田文雄先生座長の明治座に行ったんですよ。それで、高田コロナ禍だから学挨拶できないんですよ。それで最後に高田先生が、僕ともう一人の人のためだけに出てきて、ちょっと挨拶してくださるってあったんですけど、コロナ禍だから、 渡しちゃいけないと思ったんですよこういうふうになんか閉まってるところでビニールでそしたら次の日のビバリーで「博士が来たよ」っつって「あいつ手ぶらだぜ」って言われて怖い怖い怖い怖かったもう詫び状すぐ書いて大変な世界だな伊勢丹行ってセット選んで日記で何かあったんだろうなと思って読んでましたあうわ油汗出るね したら今度ファックスが来て、うん、あの博士っていうね、うん、俺も三十の時に、うんうん、新宿駒で初座長組んだなんだっけあの人ああ出てこない。起きてポルシーが仲のいい俺たち三人で迎えた田舎のプレスリー。はいはいよし行くぞ先生ね。これが出てこない。<laughs> 吉幾三さんが初座長を読んだところに行って楽屋に上がり込んで喋ってたあとね吉幾三さんからハガキが来て手ぶら通ってみようっていうのをもらったんだってそうやって芸能の習わしそういうのを覚えるんだぞっていうファックスもらったんだけどそれ30じゃないですか俺60の時なんですどどんだけしくじってんだって。 で、ビバリーずっと聴いてて、うん、それであっ塙君とのこの入れ替わりの時に高田先生が、うん、あの花君に「おうお前あれありがとうよ」っつって、うんうあ「うちのかみに喜んでたよ」って言ったのを聞き逃さず、うん、ちゃんとしてるわけですよねやっぱりね何、うん、な,な,なのって、うん、何を送ったのあその前に松村君が、うん、とにかくあの松村さん異常に律儀ですもんねあ<ー> <laughs> まあ なんてことない僕程度の共演でも「今日はよろしくお願いします」がまず来た終わった後ありがとうございました来るし何か一生瓶でお酒とか送ってくるし一生瓶でお酒ってあれ脱菜ですか山口の一番大吟醸ですめちゃくちゃ高いお酒そうなんだ何も知らないんですど脱菜脱菜それも俺もボンクでだきますよだけど高田先生に「 何十年も十何年もその脱菜を日本締めって日本のあれを毎回プレゼントしてたらしいね、ボンクレに。でまあビバリーやる時はそれ持っていくじゃない。である日高田先生が「お前俺いくつだと思ってんだよ」って「こんな重いもの持たせてよ」って「このあと仕事もあるんだよ」ってぶち切られたっていう聞いて重いのはそうですね。 君のところに連絡して「高田先生が喜ばれたのは何なの?」って言った「いやあれはああの、の温泉それぐらいでいいんだ」いやそれが一番いいんですってなぜならば絶対にじゃないですか。それでライブの終わりとか舞台の終わりも疲れてるからやって「温泉の湯」とか気持ちいいじゃないですか。奥さんが一番喜で 温泉の湯を持ってきまし長い振りだな分かんなかったでしかも、あえて重くしましたありがとうございます何ヶ月分かありますから長いわ奥さん、お湯は好きですねじゃあ、絶対浸からないでしょいやいや、いや僕風呂派ですよあ本当？シャワー派風呂派とかあの結構長風呂してあ、そうなんだ 正確には僕だから、送ってくる雑誌を風呂で読むルールにしてるので。あ,あ、そうなんだ。うん、今までそれも知らなかった。何派っていうのもね。うんうん、あの、何派って作ったの、高田先生だって知ってましす。今週のポストに書いてましたよ。うん、犬派、猫派っていうの。僕が、でも、一番何派で印象的なのは。浅草キットのラジオに、中森明菜さんが来た時に。<laughs> あの、中んか、はいは。はって聞いたっていうのは、やっぱりもう。 あれは衝撃でしたよ。それ、うん、中森プというだけのギャグそう <laughs> あのねそれは俺が悪いのかもしれないけどか <laughs> し,してる自分も悪いから <laughs> <laughs> それ俺からそのエピソード喋ったことないから忘れさせないですよ。<laughs> <laughs> あれ大ヒットギャグだと思うけどね、うん、けど今こんなこと言ってたら、うん、やっぱダメですよ ダメダそんなもの面白がっちゃったですよ。犬派、猫派っていうの、あれですよね。あの奥さんがこのここにねいらしたときに、吉田顕さん、何が好きなもの三つ何って言ってたじゃないですか。覚えてないですか。覚えてないですか。それでゴちゃんが犬、猫。 音楽ってたんんですよ。そうなだ。バカだな。いや俺それ見てまあもちろん奥さんもかなり弱れてたから大変だなと思いつつもその犬と猫両方言うやつ初めて見たなとこれよく言うんですよ犬派猫派って質問がそもそも間違ってるそそそううう。大体動物好きが多いんですよ世の中には犬は好きだけど猫は許さないとか派閥そんなないはずなんですよ 何言ってんだろうと思いますよ何言ってんだろうっていうか僕なんかは犬も猫もそんなに好きじゃないからまあ両方好きっていう人いるじゃないですかでもそれは質問の否定じゃないですかどっちか選べって言ってるのにでもそれは選ばない方、選べないですよっていうのも正解で両方好きはあるじゃないですか当たり前ですうどん派そば派そんなどっちも好きに決まってますよどっちも好きでしょどっちか選べないでしょまあねえ 俺は園芸障害があって、なんかずっとそばが食べたらシャックリが出てたから、完全にうどん派だったんですよ。だから博士うどんとかね。そうです、そうです。やってたりしてたじゃないですか。でも、犬派猫派でに対する答えは、俺はあの人派っていつも答えてた。で、強いて言えば、俺は鈴木秘書が好きだからって言って。でもそれも、なんか動物扱いしてるわけじゃない。目線が。 あだからそれもダメなんだと思って例えば犬や猫の区別はまあまあ全種類ほぼ言えるぐらいですか全種類ではないですけどさすがにそれは昭和すぎますよ10個ぐらいでしょまあ、2030ぐらいは出るかもしれないですけどそんな出ます犬ででいわんや猫親猫はどうかな猫そんなにいきます猫はそこまで行かないかもしれない行かないでしょ まして競馬好きな人はシンボルルドルフのあの顔とかさハイセイコのあの顔がとか言うじゃない俺は馬なんですただまあわかりますよでしょボクシングはそんなに好きじゃないでしょはいはい詳しくないですねあんだけ格闘技とか名前知ってるけど今日井上尚弥は誰と対戦するかあんまり興味持ってない正直ついさっきですあ今日なんだと思ってた そうですね。うん、<え>日本シリーズだのオリンピックだの,の知識が全くないのと同じで、スポーツと呼ばれるものは完全抜け落ちてます、ねああああ。いやだけど、うん、あのカネダマやガッツイ始末は大好きなけど、まあ、スポーツマンとして見てないですから、ね。カジ <laughs> <laughs> 人キ人として。面白いおじさん。<laughs> <laughs> そうなんだ。うん、いやだからもうね、だからそうそういうところで、うん、なんだろうな。 あの人と俺は違うんだな、とか思っちゃうんですよ。うん、こういうことに対して、うん、自分は機微がないと思って。うん、で、ゴーちゃんが、うん、猫と戯れてるところとか。わ、うんはあ、猫と戯れる人なんだ。人なんだって。そう <laughs> <laughs> あの。あれですよ、<laughs> うん、あの東ノリンがそれ言ってたから思ったんですけど。あの、ワンちゃん、猫ちゃんで、うん、僕の中ではただの、 猫ですよ、犬ですよって言ってたじゃないですかまあ、悲観賞さんね、あの飼ってた亀が死んだ時にねあのゴミ箱に捨てた人ですからね俺もでもそれぐらいですよええ、そういうキビがないいやいや、キビはあるけど、人間にはキビがあるけど動物にそこまで派生しないんですよねたけしさんが、義ダユさんがずっとね猫が好きで猫いっぱい飼ってたんですよで、義ダユさん家に行くと とにかく猫の毛が全部つくんですよ。ギレイさんちに俺たちはよくネタミて行ってたから、あのちゃんと見てくれていろいろアドバイスしてくれるのはいいんですけど、もう部屋中猫臭もすごいし毛だらけになるし、なんで猫って飼うんだろうって俺は思ってたんですね。迷惑だなって。いやいやまあ一時の猫だから、あのまあ仕方ないけどそう思ってたんだけど、ある日たけしさんがギレイは猫を飼ってるだろうって。 猫を飼うような人間性のやつが俺好きなんだっておっしゃったことがあってそうか俺は猫を飼ってないからダメなんだってその時まだ思ってたんですよそしたらまあこの5年ぐらい北の騒動の後ですよ殿のち行ったら部屋中の絵があのゴンちゃんってあの芝犬だらけなんですよ。 TN5 になってるじゃないですかそれでまあまあオフィス北の騒動の時に殿がものすごくお怒りになってるとこも見るじゃないですかあのシーンの度々にもうものすごいですやっぱアウトレイジぐらいな現場があるじゃないですかそこにゴンちゃんがやってきたら「ゴンちゃん怒ってごめんね」ってそこも組長感ありますよ もう俺、衝撃受けてさ弟子では絶対にできないことが犬にはできるいやあんなにだって犬小説まで書いてましたからねん犬がいかに好きかっていやそれは犬が好きなのはいいんだけど、うん、その前の,あの猫を好きなやつっていうのはどうなったんだろうとかっていうずっとでも犬も猫も猫好きなんでしょでも姉も母もそんなに好きじゃないじゃないですか。 いや別にあの単純にあの全体的に人間関係の距離が遠いだけで <laughs> 猫には近いんですか比較的、えー、猫が名前言ってもいいんですか駄目ってかあのあれなんですよ僕だからもともと犬も好きだけど、うん、猫の方が付き合いが多いのは何でかっていうと野良、うん、犬がいないなってだけですよ野良、うん、猫は好きなんですか野良猫とのコミュニケーションが僕のライフワークだった時期が結構あって俺何でそれ知らないのそう、野良犬は単純にいないな から飼い犬の散歩してる時にコミュニケーションを取るしかできないんですよ。とか<あ>あのコンビニとかの前につながれてる犬とコミュニケーションとかああそういうことはできるけどあ,あじゃあ爆笑問題の田中君みたいな人なんですかうんまあそうですねにに猫と人間の戦争起きたら猫側につくぐらいのマジでそ全く知らなかった、うん、こんだけ長い付き合いで、うん、見たことないわじゃあ、うん、猫なで声出すんですかいや僕はだから子供相手ででももこのテンンションでやるように <laughs> 猫にも別に猫別 猫ちゃんとかはしないです。ね。す <laughs> <laughs> です。<laughs> あ,あ、今日今日のゲストの、うん、タモさんみたいな感じなんですね。<laughs> そう今日のゲストです。ぐらいな。で <laughs> 子供の頃にあの、うん、子供相手してくるような大人が大嫌いだったんですよ。うんうん、僕ちゃんとか言ってくるような<笑><笑>はッっていう <laughs>。何歳ぐらいかな。<laughs> なんかなんかすごい嫌だったのそういうのが。本当。あの。

侍で、あの「サムねうん、ファイティング TV」「サムライ」でサムライニュースやってる時に、うん、僕何度か博士の家に行かせてもらいましたよ、うん、番組の後。で手料理を食べ,て食べました。よ 肉出とるがなって思いながら何にも知らんな気にせずいただきますからちゃんと食べようと思ったら食べれるそうなんですよあそうなんだ魚は無理だけど肉は食べれるので。無理して食べてんだ全然全問題なくいただきますそうなんだあの時絶対あれだな野菜料理を作ってないからな大丈夫ですよ 完全ガチ肉だと困るけど肉が混ざってるぐらいなら食べるっていうルールなので、うん、あそうなんだ全然大丈夫ですよでもう魚だったらもう絶対ダメなんで絶対ダメですね猫はあんなに魚好きなのに、うん、だから猫,<っ>、ね、猫にあげるなんですよそうなんだあ思い出した俺いやいや今日ねいろんなだから誕生,誕生日結婚プレゼント <laughs> 込みが多いなで<も> <laughs> 何だろう <laughs> あの東の林の家の猫が、はい、うん ものすごい高いキャットフードを食べていてホームレスの人を見るたびにこの人たちは俺のところの猫にも <laughs> 貧しいものを食ってんのかと思って <laughs> 昨日の有料配信の内容あまり言わないでくださいあ, <laughs> あれ爆笑しましたよ、ね、<laughs> <laughs> 東野さん素晴らしかったですね昨日もね、うん、でごさん歳の猫にも <laughs> <laughs> これが一番いいはいはいありがとうございます、うんはい、いただいてきますで東野さんの気持ちを味わってください,はい、はい、ありがとうございますオレンジも犬飼ってましたけど、うん、普通に残飯食ってましたけどね猫ママとかがいかに体に良くないのかっつうかね今なら分かりますけどねそうなんですか当たり前ですよ塩分がいいわけないんですよああの 味噌汁をかけたご飯を食わせるというのはどれぐらいの残酷な行為なのかというあ今も知らない絶対ダメですよそうなんですか当たり前ですよ当たり前っていう感覚すらない猫は米を食いたいわけでもないし味噌汁を飲みたいわけでもないしでもキャットフード結構あれですよ出汁が効いたまらマぶロカツオ魚はいいんですけどささみはいはい俺も一番老化したなと思ったのは こういうので、キャットフード一回買って帰ってた時あったんですよ。あの、こういうやつだと思って。こういうやつ。え、だから、こういうシリアルな美味しいやつで。この、末期ですね。末期でしょもう入れてるんですよ。で、お、見たら、あ、これキャットフードだっていう。これからですよ。沢村正がね。あのかつてね、あの。 貧乏時代にドッグフードを食べたみたいな話とは違うわけですねあれはまだ健常者ですから俺は本当にキャットフードじゃなくて美味しい新作が出たなぐらいでってポンポン入れてるわけですからそういうのがない感じで来れてよかったですね今まで博士は結構心配になりますからね僕だって40歳の時に若年性認知症っていうにも診断されてるんですよ ひらががなな書けはいはいそれで病院行って若年性認知症ですって言われてそっから漢検2級取ったんですよ全部手書きで漢字を覚えてで結構治ってたんですよ今かなりきてますねこの家にもたどり着かなかったもう心配になりますからねあの物忘れの激しさとか激しさねあともう財布ねどこに置いてるかかばんとかねカバンも 携帯だけは絶対こう自分の中で意識すると思ってどこ行くってもこう持ってるっていう意識を持つようにしてたらカバンごと忘れてたんです財布と携帯しか家に持って帰ってて帰ないんですよでコンビニに出てきてあれはもう自分でも驚いたなほんと何度も言うんですけど僕とかがねあの財布に鎖つけてるのはおしゃれでも何でもないんです,よそうなんですかそれれ今初めて聞きました。あれは単純に。ええ あれに鍵もいいてるじゃなですかあれさえつけてればとにかく外出しても何とかなるお金と鍵があるで外出る時にあれを持たずに出たらもう家入って入れなくなるみたいなその大事な何かなだけであってでも奥野さんパンディットの奥野さんがあの人もこうおっちょこちょいじゃないですかまあまあ抜けてるところあるじゃないですか。あの人 とにかく財布真っ赤なんですよ。それでどっか落としても絶対気が付くようにそのレベルですからねんか俺チップとか埋め込みたいですもん俺今どこにいる猫みたいなねそうそうそうああいうのいや早くやってくれないから。もう徘徊ですからねでも徘徊夜中に徘徊してる時に道が分からなくなるのは運動が増してるっていうことであのまあまあ ありなんですあと地図をあえて使わないとかね。でも出てこない時はさっきのね言葉が出てこないとか。僕はこのタレント本50音の本棚作ってることで役立ってるのがあって誰かの名前が出てこない時ある程度のベテランだったら本があるじゃないですかあの辺の位置にあった名をまず見出すんですよ。ていうことは50音のこの辺棚が出るので。 「作業だったなさしああ」みたいな感じで出てくるタモさんの記憶法と一緒じゃないですか記憶法の一つなんですよ場所ってここでってやってここにあるっていうのを頭の中に思い浮かべてやるっていうねそれそれそれがもう訓練してできてるんだねそうですね自宅の本棚は出てくるので頭の中で確かに一番見るもんねそうなんですよああわかるうん だけど、あれですよね、最近のゴーちゃんの配信芸能人で俺が一番見てると思うんですよ買いすぎてますよね明らかに <laughs> ねまあでも逆に言うと博士の配信一番見てるのは僕ですよ <laughs> <laughs> 昨日ついに書き込みしてましたからね <laughs> でで吉田もう一人いるんですよ吉雄がね。語るやつがね、うん、あそいつだなと思って読んでたら「<laughs> あれ本人じゃん」って言って。<laughs> いいやいや、確かにね最近の配信を見て思うことは、うんうん、まあ昨日は落語みたいって言ってましたけどはい、はい、おなじみの,の話にもなるじゃないですか、まあ、初めて会う人がどういう人なんですかって言ったら言うしかないからだから手持ちの札で何を出すのが今の正解なのか一緒に考えなきゃいけないから大変なんですよ大変でしょうね、うん、で結構まあ俺は本当に知ってるじゃないですか、うん、な何の仕事をしてるのもそうだし あと、そんなに二人っきりで会わないって、うん、まあ商業ベースで会ったことないって言ってましたけど、ねうん、俺一時、懺悔の部屋ぐらいゴ、うんうん、ーちゃんが仕事している現場に行って紙プロの編集部に行って今俺はこんな悪いことをしてるみたいな <laughs> <laughs> 誰と付き合ってるとかあのそう聞いてましたつかね一時期博士が編集部に来すぎてた時代があったんですよ。<laughs> 差し入れ持って来、ね、てなんかずっといろんな話をしてて。<laughs> なんで僕はこれ聞いてんだろうみたいなこともあったしあと博士が異常だった時代は僕がやっている他の雑誌でのインタビュー仕事に何ですかそれあやってましたよ「週刊アスキー」かなんかの僕がやるダチョウ倶楽部肥後さんのインタビューになぜか博士がついてきて俺も行くって言ってはい、はい、ありましたね。<laughs> しかもそれ僕の新連載一発目ですよ。はいはい、ありままししした。た。思い出しました <laughs> 意味が分かんなかった。そうですかね。うん、あれ、ね、な、なんだっけな、うん、ダチョウさんの。賞をお笑い男の星座で書いてるから。からなのかな。そうじゃないですか。しかも、だから、何があったのかわかんないですよ。週刊アンスキーで、僕のあの、インタビュー連載が始まって、確か。三回ぐらいで亡くなったんですよね。うんうん、これを、<laughs> そ,うそういう意味で、これを見せたかったんですよ。なんですか。うん <laughs>、俺のね。これ、あのー。 友達切り抜きって三浦純さんがよく言うところ、うん、の伊藤聖光さんの仕事も全部雑誌ではい、はい、本になるかどうかわからないから、うん、切り抜いて保存してる友達の輪っていうので、うんはい、それで俺がずっとゴーちゃんのを作ってるんですよはい、はい、最近はやってないですけど、うん、だからどこまでこのゴーちゃんの原稿の,、うん、原稿の本になってないのかっていうね、うん、リラックスのね、ま、松本人志インタビューとかねこれとか貴重でしょう、うん ももうちろんど,どれが本になってるか、うん、まあそれは分かりますよ本になってないのはただあと単行本になるような連載でも、うん、未収録のもあるし、うん、分かんないんですよねこれとか偉いと思いません、うん、男気まん固めって最初の三太郎の未収録バージョンの<ー>、はい、だからこんなの俺が全部打ち出して、うん これ、どうやって持ってるんですかね、うん、送信レポートあるかはい、はい、だってこれ、うん、昨日聞かれても渾身のインタビュー3つの中入れてましたもんね。まあね、うん、その懐に入れたし話題にもなったし、うんうん、単行本にはならなかったけどっていう、うんうん、これはまあやっぱりあまり聞かれない話をすると面白いなっていうね。 イグマのどん兵衛とかかなりすごかったみたいですけど、これはメスだったもんですから、私と交尾したくて交尾したくて毎晩、うん、大変でした。<laughs> 本当に広ロもヨも狂ったようでした。ムツ <laughs> さんも欲情を感じたっていう、うん。でも、立たなかったですね、きっぱり。<laughs> <laughs> むつさんでもあの時は立ったんですよ、ムツさんがずっとそういう話ばかりをするっていうね。 さすがにね、後ろから抱くでしょど、うん兵衛がお尻でお,お尻てくるわけ、うん、こっちも一生懸命抱くわけですよ、うん、本物じゃなかったのかな僕がこういう原稿を集めて本にしたいで、うんうんね、出版社を作ってるんですよよ、ね、今僕もだからまあね出し,た出したいインタビューとかでね うん、あの大人の事情でというかね、うん、どうしても本人のチェックで出せないものとかいっぱいありますからね、うん、まあねでもまあ、うん、取材受けただろうとはまあ一応思うじゃないですか、うん、まあでも雑誌のみはいいけどとかねああああそれはまあ当然ですよああ俺そういうのは本当。これ何でしたっけ元アイドルの別冊はあるんでした違うんですよこれはあまり大きな声で言っちゃいけない元アイドルという本出した時に、うんえっと、単行本の結果掲,掲載許可が出なかった人を、うん あの勝手にその元アイドルの単行本のサイズでカラーコピーして。あの没になった表紙のデザインの、あの <laughs> 使って。あのイベントで配っただけのやつ。裏も見せちゃいけないんですよ <laughs>。そうなんですね。もう見せたから仕方ないです。だめ <laughs> なんですよ、うん。こういう時落ちないね <laughs>。 辻元清美なんかインタビューしてるんですよダカポでね結構面白い人やってて辻元さんは僕もこれはいいですよこれ森総理にもやったやつか森総理,理は別の企画で,す、ね、でしたっけ、うん、この辺絶対ダメなやつってどれですかねダメなやつそんなにないと思いますけどねでもまあ載せたことで大問題に発展したのとかありますよ、はい、あの事務所ぐるみの。 昨日も岡本夏はあああ、えてて言言わなかっったでですね。ちちこまあ、トラブルになったものとしてはね言えるけど、うん、インタビューが面白かったわけではないですからね <laughs>、うん、まあね、うんはいはい、ゴーストリームとかも切り抜いてんだ、はいはい、このち違うっていうかゴーちゃんがインタビューされてるやつも全部切り抜いてますからねう インタビューされてるのなんかまず単行本にならないですか、ね。ならないでしょ。うん、ではそれをまとめてやりたいなぁ、うんうん。今日なんか赤いべちゃんと途切れずに残るのかな？そのつもりですよ。うん、いや何か落ちたみたいに言わないでくださいよ。繋いでるんですから。<laughs> <laughs> 何もトラブルなんか起きてないです。<laughs> ピン子さんのは単行本だめだったんだっけいやいやいやまだまだですよ。あれ、素晴らしい最近だから単行本前提で意図的に知名度のある人たちの取材をするようにしていてちょっとね僕はあまりにも最近ビジネスを考えないで僕が会いたい人で知名度のない人の取材とかしすぎてたのでちゃんと大人としてもうちょっと売れそうな人をちゃんと取材するっていうのをやってますが最近。 そこででんるわドブにはいるんですけどヘドロに水としてこうやっぱ流れがあるから変化がしていってるっていうのはでもサブカルってドブでよどんでそのまま沈んでいく人いっぱいいるじゃないですかこの年になるとはい最近特にそういう話をしてたところですよ同じような雑誌で同じようなことを書いてた同じぐらいの世代の人でどれぐらい生き残ってるのかっていうのはねすごいですよねとか ネトウヨになってるとかね。そうです。すごくいる。いるいますよね。あそこはな何か賛同を得てるんでしょうね。まあ共感を手応えを感じるんでしょうね。それは日常をつぶやくよりはそっちの方がね。でもそれはでも左右問わずだと思いますよ。やっぱり手応えを感じる。ああでも左は全くお金にならないし。もちろん。右の方はお金になるようなねあの。 マジョリティっていうかどっちの数が多いかっていうと右の方やっぱ多いですよやっぱそれは俺はだろうな実感としてわかりますね。うんうんうん、まあ左派にとにかくニーズのね時代になってるっていうね、ん、あと、うん、あの右側にいるとやっぱ、うん、お金はももらえますもん。うん、これ俺最近よく言いますけど、うん、東京都の仕事ずっとやってたじゃないですかはい、はい、石原慎太郎さんと。うん、でいろんなイベントとかに組まれるじゃないですか。うんうん、まずギャラ払いが早い。が早 しかも民間の仕事の1.5倍ですよ。テレビでもやってたし、なんかね都の広報のやつもやってたし、イベントがたくさんあるんですよ。そのイベントに呼ばれるんです。でそれはだから吉本興業がああいうふうに舵を切ったのは当然のことである。あわかる。4000人も配下の人がいて食うや食わずになっている人もたくさんいるのに、確実にお金を持ってくる、払い込まれるもので、でそしたらもう。 劇場を作ってあとはもう闇営業をやめてそういう館の仕事いろんな土地にね劇場を作るとあと住みます芸人とかねあれはすごくビジネスとしては当然ですよっていうのはよく松本さんまあまああの町山さんがそれを批判するから俺は芸人側だからいやそれはあれですよって俺はわかりますよっていうのはまあね劇場があれだけあるのはでかいですからねでかい いいかに単価安とと言ったころで数もしかもんだろうな香港さんみたいな人もちゃんとテレビ局に招かれてやってますからねで完全に正義で正しいって局の人もその通りって思って聞いてますからねえっって思ってますよね僕はずっと博士と香港さんに絡んでほしいと思ってるんですね。 はずーっとそこをね、うん、解剖してるんですからね。もう中国みたいにあの併合しない限り無理ですね。うん、<laughs> 民主化できないですよ。あの人たち。い、うん、じゃないああ。でもね、そうやってゴーちゃんと来て、うん、こ,うこういうこのシリーズでゴーさんのポットってあったじゃないですか。はいはい。これこれがここっちになってんのかしら。謎の企画でしたけどね。うん。 いまだにこのビジネスモデルとしては僕は釈然としないものは残ってますこれね教えてくださいよ俺これ大好きで最終的にはこれも俺が乗り込んでいってこれをインタビューしてくださいって言ってあったなありましたよねまあこれ単行本になってますから流れで言うととある人が企画を立ててそのポッドキャストバブルの時に僕のなんか番組作りたいみたいな話で制作費とかギャラはうちで出すんでみたいな話だったのが 出してはもらってたけども単行本を出したいでじゃあ今までのストックで単行本出せばねいやこんなもんじゃないですからねこれ5人ぐらいだけど結局本は山ほどストックはあるんだけど単行本の売り上げをそっちが今までの建て替えた制作費の分にしたいみたいな感じになっててでストックで作るんだったらまだわかるけど新規で有名人をインタビューしてほしいみたいになって。 え要は「新規で僕が夢でインタビューしたものをノーギャラで作るということですか?」みたいな意味が分かんないことになってはい、はい、<laughs> それがこれですよ。あそうなんですか <laughs> 釈然としない思いで作った本、うん、えー、え,え,えどういうことっていうえや、これこの頃のインタビューは本当面白いですよね、うん、いやあの長尺だからこれはねんで俺これね俺なんか この収録してるところにね、新野さんもいいて。進路国。あ、僕のね、本業もやってもらいましたけど。これだって押しかけてたもんね。そうなんですよ。この頃の博士はちょっとどうかしてますけど、まあ今もどうかしてますけど。謎の行動力でね。あの、装填してるだけなんで。大丈夫です。はいはいはい。いつものね。いつもの、見返してるだけなんで。 DJ ソーダですから大丈夫ですハイローズだからなんで今ハイの時期ねでもみんなそう思ってくださいいやね人間なんてそういうもんですよダウンしてる人はずっとダウンしてるし大なり小なりね元気な時もあれば元気でない時もあるねそうそんな人たくさん見てるでしょ長い目で見てあげてください 心配になりますからね「青博士がまた結構な感じで暴走してますぞ」っていう一番ひどい時はあれですからねあの謎の暴力的になる時期とかもありますからねでもないでしょもう何十年もないですよ暴力は。 暴力はないです。なんか、まあ、いろんな間に入ろうとかね、博士は基本そういう。うんうね、トラブルがあったら、ちょっと、俺が間に入るから、なんとか。まあ、返してよみたいなね、うんうん、時期もあるし。うん、あの辺は、ももさんの影響なんでしょう、ね。そうなんですかね。ももさんが間に入るのはビジネスじゃないですか。<laughs> <laughs> ビジネスと、まあ、あと、取り立てもありますから、ね <laughs> <laughs> うん。あ、そうそう、最近、あの、こうん、ーちゃんが。うん

人聞き悪いな、うん、これは付き合ってたなこの人がこんなにインタビューしてるからですよ逆ですよ博士が僕に百瀬さんのインタビューしてくれって言ってきて僕は嫌ですよって断ってたんですよそうなんだうん忘れてます いやいやいや、桃井さんに注目したのは俺だけ。もちろん。で、大ちゃんにやってほしいんだよ。あの素性がわからないから、すべてをね、もうあのプライドの怪人ですからね。だからテレビ番組にもなりましたからね。チキチキね、ブラチナチケットとかね。いい人が作ってたんですよ。謎番組でしたよね。ゴリゴリの元ヤクザがゴールデンタイムに出て。でも俺は七八年防衛やってましたからね。非常にね、しょっちゅう。 会いいに行っってて、てては何かををし話聞う。でも純粋に古本屋行ってあとお酒行ってきま飲まないからあと女のいるお店行かないから純粋にコーヒーを飲みながら映画と古本の話を本の話をしてるだけですね。だってそんなもん藤原さんとかも一緒にいましたからね藤原宏さんもその仲間ですよ。 藤原宏が何者か分かんないまま連れ歩いて結局百瀬 <laughs> さんがいなくなったら一切俺に連絡ないですけどあの時期あんなに仲良くしてたのに俺には何の興味もなかったんだっていうほ <laughs> <laughs> らそ、その時期もありましたね、うん、僕がやりましたからね百瀬さんと藤原宏さんの対談でドド、ね「とい、うん」ねキューティーみたいなやつでえっとキューティーじゃなくて「はい 僕も今名前を同いしてますけど高梨村さの男性ファッション誌でスマートのかな。その対談を頼まれて僕が桃瀬さんの事務所に行ったらすごい巨大なロケバスが来ててあれだけファッション誌で仕事をしてる藤原寛さんが「僕こんな扱いされたの初めてですよ」って巨大なロケバスでいろんなものもなんかね ケータリングとかあってで、行きのバスの中で僕が二人の対談撮ってはい、はい、で三、ね、夜で写真撮って解散のはずが、ええ、ついて写真撮ってるあたりで百志さんがちょっと機嫌悪くなって、ええ、現場にいた編集者を詰め始め始ね前、ええええ、んかさこれでせっかくこ,うやこんだけやってるのにさ、うん、これが一回で終わるのはもったいないだろう、まあこんだけ写真撮ってる <laughs> 僕の一音で決められない僕の出ではじゃねえんだ今すぐ編集長に出ますんだよっつって。<laughs> 編集長電話して、二回になりました、だろうって。じゃあ、今からもうちょっと写真撮って、帰りも、なんか対談するればいいだろうって言って。わ <laughs> かりましたってなって、帰りも回して、で掲載してくれてきたら、連載第一回になってたんですよ。百瀬 <laughs> さんは、こういう手口で仕事を増やすんだなっていうのを見た瞬間で。まあ、ザラにあります、ね。<laughs> そう。飴 <laughs> と鞭というか、<ー>ちょっと怒って。 あの何かしてそこから何かねよくしてあげたりとかもするんだけど百瀬さんちのファックスって、うん、ずーっとカタ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 ってなってるんですよ、うん、全部詫び状なんですよ <laughs> 怖いな <laughs> こういう百瀬さんに失礼なことをしてしまいました私は <laughs> <laughs> っていうのね <laughs> ずーっとカタ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 ,カタ「も瀬さんまた来てますよ」って「何何これ詫び状ですけど」そして僕は一中た、一しょネタにしてるそのロケバスの時に百瀬さんが両国のあたりをバスがバしてた時に「うん ちょっと洋服見たいって言って、うん、力士専門の巨大なサイズの専門店があってそこで服を選んでたから、うん、この隙にちょっと藤原さんからいろいろ話聞こうと思って話聞いてたら「うん、藤原!」って突然呼んで多分三4 0 0 0円ぐらいの巨大な服が並んでる店なんですけど、うん、ちょっと見立ててくれって言って。<laughs> <laughs> 藤原が何もか,よく分かってないから ほうさんにはこれが似合うんじゃないですか <laughs>。あの、完全に朝屋のお洋服見とこうもんで <laughs>。あの、店のおばちゃんたちも、も藤原主人が何もかわかんないし。 だけほんとに百瀬さん知らない人の方が多いからそれで俺は百瀬さんが連載してたあれ何でしたかイーストが作ってた雑誌はいはいフリーイージーフリーイージー50冊ぐらい持つんですよそれでいろんな人に配るんですよねそうそう俺のこと知らないかって「おい水道橋見せてやれ」っつって「はい」っつって「この方はこういう方です」って僕も一回やらされました水戸黄門よくんでやるんですよねそうここにこんなカラー写真が出ている方がね なんか大量にフリーイージーが家にあって新刊が出るたびにいろんなとこに配って百100冊だって「週刊文春」の千冊買ってたんですがわ週刊文春そうそうだけの部屋ありますもんはいはいはいだからかそれは全部しかも渡しますからね飛び込みで店とか入って「おい吉田俺のことを説明してやれ」って始まるんですよんでと思いながら。 説明してもらって、フリーアンドイージー渡していくっていうね。山城新伍さんに、うん、あの生前、最後の方に会ってる時に。うん、いやー、粕谷、うん、あのキャンティーによくいるから、はいはい、あの。よく飲ませときてるねって言って。うん、あ、なん、ご紹介しましょうかって。うん、ダメだよっつって。<laughs> お前、俺がなんで禁止したか分かってんだろ。うっていう <laughs> そ,うそう、ああ、その話はね。うん、あの。だから、ゴーちゃんがよく言っている、今。うん あの芸能人三ブーム、昔あったというね。東成に今何ですかそれってすごい聞いてましたけど相撲界から役者からいろんな人たちができてこれでまだざるだったので。というよりもあれは1960何年かな64年ぐらいですよ64年ぐらいに日本に輸入 したまあ山城慎吾さんあれはハワイで買ってるけどとにかく出回ったんですよ供給過剰になってそれを全部一手にやってたのは百瀬さんなんですモモセさんと後藤っていうね仲間と一緒にねだっていっぺんに六百兆入れたんですよそれをまあ芸能人を含めていろんな人がまあま回り回ってね国内のほとんどの供給ルートは百瀬さんだったっていう話ですねで最後に百瀬さんは きさらずで、うん、浜子<港>に <laughs> 欲しいって言ってるから持って行こうとしているとこに <laughs> 後藤さんっていう人が捕まってそれで終わったんですよ。そっから逃亡犯になるんですよ。浜子が欲しがってたんですよね。<う>しょうがないなんん欲しがっちゃね。いやでもあの頃みんな欲しがってたんだ。裕、うん、次郎から何からね。だから裕次郎のボディーガードをやってたから、うん、そういう話になってるっていうことで。はいはい そういう時代がありました。時代があったっていう話だけですよ。<laughs> 昭和はね、ええ、ちょっとね、今とはルールが違った、ね。ルールが違う。ただ、話としてはすごい面白いですよ、ね。そりゃそうですよ。ね、こんな真面目な人が。してただなんてみたいな、ね。そうそうそう。そういう話を聞き出すのが大好き。そう、男子師匠と百瀬さんが親しくなったのも。<laughs> うんうん、なんか、男子師匠の師匠に呼ばれて、うん、この人面白い人なんだよって。七、うん、年ぐらい服役したんだけど。って、うんうん 入れてっつって、うん、よ一1丁入れてよっ,つって言った、うん、師匠、一丁じゃないですよ、六百0丁ですって、男子匠が椅子から転げ落ちて <laughs> ああいうのを見てると面白いね、うん、なんか今、俺やばい話して,してないずっやばい話してますよしてます博士が完全に何か麻痺してるだけで, <laughs> で、ね、当時、普通の芸能事務所に所属しながら桃瀬さんと深い付き合いをするっていうのが、まずアウトだったわけですよ僕がでしょもちろん。はい、うん だけどそんなこと言ったらあのフジテレビなんか丸ごとじゃないですかプライドねあの時期ねいろプライドの中継でずっとはいはいモモでも本当にあのプライドなくなったのはほぼモモスさんのせいでしょうでもっと言うとまあまあもっと大き博士はモモスさんと深く付き合いをしながらもプライドショックを暴いた人とも博士は深い付き合いをしてたという非常にややこしい立場でねそうそうそう田中 田中忠さんが「週刊現代」でそのフジテレビと黒い癒着っていうのを見たんですよねスクープでねそれがプライドがくなる要因ですもんね日本の格闘技界がどんと落ちるきっかけね田中忠さんなんて俺高校時代から付き合ってるんですよ高校時代倉敷のプロレス少年でプロレス雑誌に投稿してるところそれで同志社大学プロレス研究会 あなたが大好きな後輩が RG があんなに好きだったって知らんかったわそうなんですよゴリゴリのまあ神プロ好きでガレージパンクとかも好きでほぼ趣味が一緒みたいなねまあまあそのプロレス研究会でそこの創始者だから長田屋ね「レスリング・ダイジェスト」って当時としてはめっちゃかっこいい雑誌出しててそこにファンレター書いて。 来た倉敷市までわざわざ来てくれて、うん、で、喫茶店トークですよ<お>それで「フーの話とね「フーがいかにいいバンドかっていうことがザ・フーフーうんザ o の,あのファンジーンもやってたから<ー>それでいやでそれでまあまああ,あっちの方も少しは影響を受けてるけど、うん、そっからプロレスの話になって、うん、でとにかくプロレスはそういうもんだっていうのをうあの時に初めて知ったんですよ。うん、あーショーだぞと。 結末決まってるぞとそれまで俺結構、うん、まあ懐疑的って言えばいうのかな、うん、両方あるよってぐらいだったけど馬場、うん、はうだけど猪木は違うみたいな、うん、そう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 、うんはあ、そういう流れってありますよね、うん、ずっと「ノア」だけはガチみたいなね「ユうは本物だけど猪木はもう」みたいなね<笑><笑>なんだかあれもよく分かんないですよね <laughs> ずっとそれって冷めてます そうですね。ショックを受けたようなことじゃない。まるでない。たぶん、だから純粋なプロレスファンだったこともないし、純粋なアイドルファンだったこともないし、多分ちょっと何かはずれてるんだ。ずれてるっていうか、欠けてるんだね。よく結婚したね。まあそれはね、できますよ。いやいや。本当にあれだと思われてましたもんね。 あの新宿2丁目に住んでる人だって東の輪ですら思ってましたもんね,なね<え>そんなわけででも一応1時間何度も泊まってたから今1時間行ったということでいいんですかねこれね一応コメント欄に質問募集します質問コーナーにはゆっなんかねあじゃ聞いてくださいなんかお俺がずっと喋ってますからね東国原さんのに芸人としての面白さがわかりませんただ住みまくってる印象東国原さん人間としてはすごいですよよく言いますよねあすごい、うん しかし、軍団の中ではかなり真人間な…真人間っていうか、人間としてのスケールがやっぱ違いますね性的にはあれだけど、人としてはちゃんとしてる性格と政策はいいけど、性欲でダメっていうねそれはよく…いろいろパワフルな人なんでしそうそうそう、だ過剰なんでしょうねでもよく本当に勉強するし、いざマラソンやったら三時間台ですからね すごいあ三3時間を切ろうとしてたんだだから猫ひろしが出るまで芸能界最速、うん、でゴルフを始めたら、うん、あのー、アンダーなんとかっていうのも芸能界の記録を持っていて、うん、何でもやればそれなりに結果出せる人だからえ文武両道ね、あのー、運動神経もすごい、うんうん、あと勉強もすっごいできる、うん、ただしちょっと下半身は危ういというああ危ういっていうか <laughs> 自生してた時期あるんですけどね エレシパンのプレスバックログ読んでたので体制はあったなまあねそういう時代でしたね。あありましたね、うんうん。みんな本物が見たかったんだよねそういう時代でしたね。しかしここに書き込みしてる人とか、うん、あの井上なふの試合を当然見てないわけじゃないですか。うんうん、あの成年祭のあの書き込みとかずっと見てたんですけど、うん、俺は基本見ないじゃないですか。で後からまあ見ることはあるけどでも。 やっぱ、すごいですね、すごいっていうか。基本、俺がゴーちゃんの配信を見てるときに、すごい。俺って、やっぱ、世の中の、お菓子にいるんだなって思うんですよ。どういうことですか。あの、やっぱ、メジャーな労働があったら、みんな、あの、デートに行ったり、美味しい店があったり。野球があった、野球見に行こうとか、サッカーの、あの、ワールドカップやってるじゃんとか。 うち子供がいるから、うん、みんなそういうことにちゃんと興味あって、普通に生きてるなーって思うときに。うん、俺が一人だけ、ゴーちゃんの配信見てる。け家族で食事行けばいいのに。<laughs> やっぱ東野に面白いみたいなこと言ってる場合じゃないですよね。<laughs> ちゃんとドブにも興味を持って付き合ってくれて <laughs>。<laughs> そうそうそう。だって東野にすごいスポーツとか大好きじゃないですか。うんうん、いろんなスポーツ行ってますよ。うん、いやいやいや、でも、本当に、こう。うん こうやって書き込み書いてる人はほぼ俺じゃないですか見ながら趣味思考がなんでこんなにメジャーで楽しいことや娯楽いっぱいあるのにこんな古本に囲まれてただのゴミの山ですよ普通のメジャー側から言ったら価値なんか一つも分かんないですよ「田代正史の人形があるはい何?」っていう「ユセフトルコの湯呑み」 何っていうゴ <laughs> ゴ。ゴミですよゴゴミ、ミですよね三角コーナーに捨てられた野菜の切れがここにたまってて <laughs> はい、はい、あのん本はいやこれさっきも言いましたけど、うん、男の夢は女の敵なんですよこの部屋は。うん、だから男の夢を叶えてるから一人でね野田レジンでもいいってね、うん、東野林もそういう人だと思ってたって言いましたけど。 家庭はあれですからね。うん、女の敵も、うん、女の夢を叶えてあげなきゃダメですからね。うん、もちろん、うん、それは存じ上げてますよ。俺に言われたくねえわ。<laughs> 今危うい危うい状態の博士に <laughs> 立て直しますぞ。<laughs> これからハラハラしてますからね。うんうん ネット番組日本の裏、定談と、その後が香ばしいゲストの方が多いことに振り返って、どうですか?。だあの本業の、に書いた、うん、あの書評の中でも、みんな死んでたりするじゃないですか?うんうん。ああいう人たち、うん、いうか、でも。芸能界って、やっぱ、厳しいですね。うん、明日どうなってるか、わからないし。だって、フワちゃんが、なることなんて、誰も想像ついてなかったわけで。すごい。 ね、これが A マッソにまで及ぶのかみたいな状態になってるわけであ,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 あの辺結構織り込んでたけどいろいろ聞いてたから、うん、だけどやっぱ一度こうかくまわれて生き,生き延びるる人もいいじゃないですかでも今の時代ってやっぱ誰か言いますもんね「うん、真相は?」みたいなところまで掘っていくじゃないですかでももともとはあれですからねそんなこといや噂の真相を読んでない人には世の中って別に ねえ久田さんみたいいなな人ばっかかりじゃないですからね、うん、まあ僕もずっと読んでましたけど、うん、だからジャニーズのことがあれだけ日常的に書かれてる媒体に慣れてる人とそうじゃない人では情報が違うわけですからね、うん、接種している24時間テレビ今回1秒も見てないんだけど、うん、26%視聴率があったみたいな1秒も見てないでしょ。 だけどそんなそっち側にいてこっちに書き込んでるあの土偶に生息してる深海魚的なこういう人たちって仲間じゃないですかだって話がコンバットレッグとかオキテポルシェとかやっぱ良い友達でしょ。あの、もしいなかったらどうなるって思います孤独だったら。 誰もこういう趣味に理解を示してくれなくてこういう仕事もしてなくて一人自宅で本を集め古本屋の人って大体そういう人多いですからだから百瀬さんに古本屋やってる人は訳ありだから全部話聞けよって言われていまだにどこの古本屋行ってもずっと話し込むんですよ。なぜ古本屋やってるのかっていうのはで知的な人でもあるんですよ絶対に。でこのあれはねこういうことなんだよっていうのをね この今日もさっきケーキ買ってたんですよ。えどこで買ってたんだっけ？新宿じゃないですか。新宿の歌舞伎町ののところ抜けたあの新宿通りのところが。であそこの隣にあの三文字のとにかくジャズバーがあるんです。ダグかな？片でニューダグっていう表示あるんだけどそこに村上春樹マニアがあの詰めかけてるんですって。したらその老人が現れて博士さんですよね。このニューダグが ニューじゃないですもともとこの紀伊國屋の裏にあるところが、うんうん、そこが村上春樹が訪れたところでここではないんです。うん、それだけお伝えしますって聞いてたんですどうでもいいですよ。どうでもいいどうでもいいどうでもいいけど、うん、俺に伝えなきゃダメで、うん、俺はこれを喋ってくれるんだろうなって。 って思ってるわけじゃないですか。はるきの情報なら聞きたいけど、<や>村上はるきは別に僕はいやいや。いやいや、俺村上はるきだって好きですよ。<laughs> あの村上龍の方が好きです。<laughs> 龍派はるき派どっちでもない。でしょ。<laughs> 龍はでちょっと読みまして。ああそうか。うん、そういうのをね、うん、あ、この人も俺は同志だと思ってんだなと思って。うん あなたは本好きでしょうから使いますけど。私はね、この店が安いから、一日中いるんですよ。っていう老人で、名前もならないし、まあ何も仕事してないのかなと思うけど、味がある。もえさんの電気はいつ出るの、ずっと待ってるのに。基本はもうで出てますよ。あのノート上に上にはね。パレンだって二十万字以ありますからね。軽く三四百ページあります。 私は愛編集長と会ったことありますかもちろんね。お、もちろんもちろん。井上さん。うん。あの井上さんの追悼本も書いてますし、それこそ田中正って愛編集長の弟子ですから。はい。うん。同志社大学からアメリカ留学するときに。あの推薦文とか。はい。はい。その推薦文のコピー俺が持ってるっていうか、私は。マニアですよね。マニアですね。あと捨てないですね。紙をね。 同級生の河本博さんとの表に出してないエピソードがあれば聞きたいです。それは、あるですよ。はて書いてますよね。ええ、けど、この、この間八点一のゲストは。たけしさん。河、うん、本博人はもう、手紙を書いて。うん、これも、また、あの、河本博とは何も悪くないですよ。うん、あの、夏休みに入ってで連絡を取れないっていうので。うん、じゃあ、僕、手紙書きますか。ら渡してくださいって言ってたんですけど。あの。 手紙は、もう先に出ないってことになってて「手紙まだ渡してないんですよ」っていう何のために流れないと分かるかでもでもそれがヒロトですよねいじらないですよねヒロトなんかはねあまりにも偉大すぎてあの「ねのね」との接点はすごい興味があるところいやあの「ねのね」でも答えてくれますよ結構うね あのねのねのローディみたいなことやってたんですよね。でブラザーコンさんとのつながりで、あの普通にテレビの収録とかも行ったりとか、弟子に近いような状態で。テレビ東京ね、ずっとデイリーやや歌うスタジオとかデイリしてて、清水邦明さんがあのアイドルに仕立てようとしてたとか聞きましたよね。いや、その辺結構掘ってますね。 まあヒロトとの話って結構お笑い男の星座に2章ぐらい書いてますもんねほ、うんと、うん、がら音楽的なバックボーン以外の人生にすごい興味がある僕はあとまあ私生活も知ってますけどそれはもう喋んないですね本人が喋りたくないですかあのあれですよねミュージシャンって結婚してないことになってるっていうギミックすごいですよねいいすよプ,ロプロレスラーもそうですけどね そうですかね。いや、ミュージシャンだって、その必要あるっていうのやっぱでも、ガチ恋が多いんだと思いますよ。そうなんですか。これもう好評になってるからいいですけど、サンボマスターの山口くんなんか、結婚してようがしてないがどっちでもよくないですか。曲がいいだけであって。ガチ恋してますでもやっぱね、意外とあるんだと思いますよ。そうですか。あれは不思議だったなそういうことをね、田代しさんがね。 はいうん、川田俊明と子供が学校一緒でって言ったらああ川田さんが激怒したというねそもそも結婚は発表してなかったみたいなああそうか、うん、あでもプロレスは女性不安とかいるん、ね、やっぱそうなんですよ今特にねうん、うん、東野さん郷さんとのイベントは別の形で続けようという考えはありますか あるんじゃないですかね,ね。何らかの形で頼んだら、平沢、うん、さん嫌がりながらもやってくれる人ですよね。まその後のラジオでボロクソに言うっていうね。あのサイクルがきっちりできてるんですよ。<laughs> うん、で、東野さんの話,話してる？話も古典、うん、っていうか、俺からすると、うん、あの東野さんラジオでは結構喋ってる。話してますから。でもそういうのをやっぱ何回聞いてもやっぱ面白いんだなって思いながら見てましたね。 いろいろなはやっていけようがち。おお、そうなんだ。東野さんとの配信で、香港さんゲストの会が見たいです。最高だね。それはね。どっかいいですからね。あの上下関係がやっぱ。香港さんの上だから。でも香港さんのいじり方がまあ、うまい。うまいよ。いうがい。香港さんのいじり方って、とにかく。オキテポルシェのいじり方だった。あんまりうまいですよ。 あの、ストロング小林に似てるっていうところから爆笑ですよね俺,俺もチラッと思ってたんですよ終わった後あの沖田さん結構へこんでましてそうですか <laughs> 俺はちょっと似てるなって前々からちょっと思ってたんですストロング小林かなだけどそのいろいろダブルミーミングなところがつながっていくじゃないですかあれ面白かったな潜在的に人ってそういうところまで、うん、あの顔を見た時の文脈であるとか、うん、この人が持っている、うんはい そのストロング小林の歴史まで、はい、こうちょっと見えるのかな、うん、とも思いましたよねあれもストロング小林とゴーちゃんと、うん、オキテさんと、うん、あの秋元康でイベントやってるっていう話のん <laughs> かよよ。っていううね。そうなんですよこれは大好きな話ですからね秋元さんはスケジュールがでもギリまでわかんないから発表しないでくれって言っててああシークレットゲストという言い方で後半のゲストだったんですよ。ああで前半がストロング小林さんで、<laughs> 腰もうでに相当悪くしててうん、うん、ちょっとずつしか動けないんですよねうん、うん、そ,そしたらちょっとなんかかっこいい男の人に肩貸してもらいたいわって言って <laughs> お客さんのかっこいい男の人に肩借りてちょっとずつ近づいてで「あすてき」って言いながら。 前は全然そんんなな人じゃなかったんですよあの。芸的なネタを絶対嫌がる人だったのが<あ>急にしばらく会わないうちに<あ>そういうことをいじるキャラになってて自分からこっちから振る舞いにやっててで腰悪いからちょっとずつロフトプラスアンの席をこうやってずれてずれてマイクの前に行った瞬間に「うん、ああ加えちゃいたい」って言って「<laughs> どうしたんすかえ <laughs> したなん!」てなって。 いやもう,なんだう、老齢になってくると、うん、キャラに乗っかるっていうのね、うん、これはあの水野晴代さんとぼんちゃんっていうのも俺いろいろんなところで言ってますけど、うん、あまり強くは言わないけどまあまあそのギミックを受けるからやるっていうのでやってる部分ありましたから、はいうん、ソロンゴ小林さんっ本当にでもインサイドワークになってて、うん、自分からそうやって振ってこっちが乗っかった瞬間透かすんですよ。うん <laughs> で ちょっと真面目な話してちょっと飽きてきたなと思った瞬間にまたそういう話を振って僕らが食いつくとまたスカスを繰り返してこんなプロレスうまかったっ,ってぐらいの、ねね、あんな一本やりのねホワ<う>イトスタイルだった人がボディービルダーだからダメだって言われたのがものすごく試合上手になっててテクニシャンだったんですよ。いや俺も調べましたよそのの日 あの時もすごい盛り上がったから小林さんちょっとテンション上がっちゃって帰らないモードというか延長する感じになってたらそしたら僕に特に髪が入るわけです「秋元さん来ました」って横にもう秋元康がもう待ってるのに小林さんがテンション上がって終わらないああどうすりゃいいんだってだって接点ないもんねないですよでも同じ会場にあの二人が一瞬いただけでもいいっていうああ面白いよ面白かったキャスティングで秋元康さん とまあ東のりも言ってましたけど、秋元康さんに俺議員になる前にうつで休んで復帰してから仕事全くないラらゼロになった時に来る仕事は全部秋元さんのショーゲストで来るんだけど、スピークイージとかね。スピークイージもそうだしなんか。 夜の特番でなんか大回し東のりんと指原でパネラーたくさんいてそんで秋元さんから言われてるんですけど「博士に全部台本公開してください」って言ってそれでまあよく言う言葉で言うと裏回しなんだけどあのキャスティングも博士は秋元さんの指名なんでそれ三つ四つやりましたよ。でほぼ俺会ったこともない。一回番組で会って 俺は最後にブチギレたやつがあるだけどね。一緒にラスベガス行こうと言われるって、ブチギレてね。いいじゃないですか。俺はそういう側の人間じゃないっていうね。いや、でも、でも、やっぱりサブカルチャー的なものが好きな人なんですね。いや、だけど、あの東成もそうだけど。秋元康のコーナーやってるんですよ。ラジオで、あの、終わってもらうっていうね。やすすっていうね。だけど、基本はやっぱ。 俺よりゴーちゃんの方が、一番トップの人と。なあなあでやらないんだなって、やっぱ昨日思ってたな。僕はもう、そうですね。距離がありますね。そんなこと、いや、その。プライド工業みたいなことでも、ハッスルなんかも、そう、そういうわけじゃ。ん。そっちへ行けるかもしれないけど、そこは行かない。行かないですね。ね。うん。これも。殿と高田先生以外の。 ことのアドバイスの言うことを聞かないぶりはすごいですよね。それ以外の師匠はいいいらなとまあ町山さんちょっと師匠になってるけどな全部町山さんに言われたことをやってるみたいなことになってきてるからね。まあね多分町山さんがいなかったらかつ政治家にはなってないですよね。 全然読んででいいいすすよ細胞先生とアメリカにつてて博士は見まかもちろん見てるし細胞さん会ったこともあるしもう前日俺でかみちゃんと細胞さんとブックスタンド TV で自分が警戒したの二人だけだなあのちょっと怖いなってちゃんとした人だから正直博士はね今コメントも書かれてるけど博士ちょっとその辺が危ういとこがあるみたいなね そうういいジェンダーみたなだからそれバーンと射抜かれるなと思う怖さがあってでもすすごい聡明なな人だと思ったねねももちちろろんんクレバーでよいやいや本も全部読んでいったけどこんな頭いい人なんだって本読んだ段階で俺より絶対全然頭いい人なんだっていうそういう警戒であと異性である場合は俺ものすごいちょっと上がるんですよね。 本気でたれれるる可能性がああでも町山さんそんな論争になってると思わないけどまあね町山さんというか映画一部の男映画好きの男性たちがあれな感じをちょっとね露呈しちゃってる。だって明日のドミューンのゲストをもう一人決めなきゃいけない時に北村さんがいいって俺言ってたぐらいでただ今海外じゃない住んでんのが。 よくわからないけど。高瀬はマミー見ましたか。見ました見ました。見てましたよね。ああ台風の中マミー見に行ってました。今なら空いてるはずだって言って。まああれも目的的にはあのまあちょっと誤弊があるかもしれないけど、ちゃんとその問題意識もあるんだけど、あのマミーの中のモノマネを次の日松村君だから松村君ができるかもっていうので。 いう欲もあったんだけど、全然できない感じのなんかそんな特徴的な人じゃなかったですね。あの旦那さんの方ね、ハイシケンジ。あなんかみんなギラギラ笑うとか書いてあったから、なんか口調が面白い。言っていってる内容がそうですね。まああのゴリゴリのあの全く反省していない保険金詐欺の人だったっていう。いや俺マーミンすげえモヤモヤしましたよ。なぜならば、いや あれはあの冤罪だったみたいな論になっていくじゃないですか。いやいやいや、まあ一点は冤罪だけどってやっぱ思いません。うん、まあ、ね、要は保険金詐欺では真っ黒だけど、うん、その人がこんなことをするわけないでしょうという話です、ね、だけど論戦を張った時に、うん、いや今の司法の制度はって言って、うん、あの無罪の人をって張ってるっていうふうにな、うんうん、な,なるじゃないですか。うんうん あの描き方だけどそれしか描き方がないのもわかるけど、うん、そうもやっとしまだし、ね、から僕もだから「冤罪の可能性がある」という言い方しますけど「冤罪」っていう言い方よりは。うんうん なんだろう、これだけで死刑にするのはあまりにも無理がありすぎるそう、だから、それは捜査をやった側とかが非常に問題があるけど林木も実は問題はありますよっ山積み、ただし被害者も加害者も一緒になっていろんな悪さをしていたか一家でありという。 なんかそれは原南の爆笑太田さんの配信は見ましたか？ああ見ましたね見ましたけどあれ六時間八時間ぐらい六時間ぐらいかなああ一時間ぐらいですねもうすぐ終わるんでしたっけああでもえ期間えもカットはいますよいや最近アズマンが突然俺の部屋のテレビに現れて声を上げてああって言ってますね 寝てると50インチで、ねはいはい、でダース・レーダーさんとアズマンばっかり出てくるんですよ朝そういうまあサイクルになってるんだけどそしたらなんか黒い眼鏡かけて <laughs> か赤色のジャンプが来たやつが <laughs> ものすごいテンションで喋ってるから <laughs> それで末っ子に「パパどうしたの?」って言われて「相方さんとの写真泣きました」ねもう10月10日に向けてまだ会ってませんけどね 漫才漫才じゃないっていうのだけ言っておいた写真がいいですね。僕はだから2時間ぐらいいて、ええ、博士とタマさんが久しぶりにこういう感じで飲む、ええ、でどういうふうに座ったらいいかとかみんなで考えてたけど、ええええ、で、ちょっとずつね話しながらお互いの誤解を解いていくというか、ええええ、いろんな話をしつつ。ええ だけど最終的にあんな大型犬にペロペロ舐められてるのかなああなるになってるのはこっちもあんまり記憶がない2時間ぐらいいて2人ともちょっと酔っ払って会話がループしつつだったんで「じゃあ僕帰ります」ってって帰ったんですけどねまさか隣行ってああなってると思うのね。まだだって僕が取ってる段階だけはまだ肩がどれぐらい組んでいいのかなっていうね距離感があって良かったですよ かつてスカパワーで放送していた北野チャンネルの裏話を聞いてみたいです北野チャンネルはだってレギュラーでしたもんね結構僕の番組というかね、えー、あの北武し軍団のインタビューをするという企画をやらせてもらったりとかあれ結構俺全部の北野チャンネルで放送された全素材持ってるんですよ、うん、オフィス北野騒動の時にまあまあ全部倉庫ごと受け止めてるから、うん 全部あるけどやっぱちょっと特殊なチャンネルだから企画もんか荒いけどたけしさんの「週刊ポスト」の連載を全部映像で撮ってたりシリーズがあったりあととにかくメイキングはすごいっすね映画のメイキングのマネージャーがずっと追っててそれだから100時間ぐらいあるんですよ。 だ、それ見切れないけど、うん、あ、捨ててないですね。うん、あと企画ものもなんかお金ないけどすごいことやってましたよね。だって僕がその国会図書館の裏入れたのはチャ,チャンネルきたのの企画ですよ。確か。やっぱねテレビああいう予算がないところで企画を練ってやるやつは面白いですよね。うんうん だから水、えー、浅草キッドの日っていうのは急に決まって、うん、で8時間俺たちで埋めるみたいな話になって、うん、まあ正確な数字はあのいろんなものに書いてあるからわかるけどと、うんうん、とにかく50本取りとかく本りやったんですよ <laughs> もうあ、まあ、こんなことで喋れるのかっていうぐらい、うん、でそのあと一番最後だけは決めなきゃいけないから。うんうん 大阪のどこだったかな、大きな劇場行ってその収録やったんだけどそれで「やってください」って言われてコアスさんに言われたのかなで俺はめちゃめちゃ怒っていうか俺たちがやってる漫才って君たちがマネージャーだからこういうふうに勝手に使っていいもんじゃないんだよって言ってでじゃあダメですかみたいな「いや俺は漫才師で漫才を売ってんだから」 その劇場に1回出て、うん、1>, まあ1時間かな一時間漫才やって、うん、100万円くれるんだったらやるって言って、うん、でも100万円くれましたよ、えー、まああれとって70万だったけど、うんうん、そういう交渉を俺より下の人って誰もしないんですよね、うん、ライブでいくらくられるんだったら俺は出ますよっていうやつだからオフィス北のライブみたいなやつも俺たちがやった後やってたじゃないですか、うんうん、トップライブとかね。はいはい あれもすごいギャラ交渉俺やって、うん、あなたたちが儲かるんだから、うん、絶対俺たちは一定にこのお金がださい、うん、その代わり客入れは全部自分がやるからっていうのでやってたからね、うん、ああいうのがでもできない芸人はで,できない人はできないよね、うん、マネージャーに敷かれちゃうっていうか「うん、お前たち出してやるから出ろ」みたいな風になる芸人と、うん、いやいや違うっていうのはやっぱ分かれるなと思うね。 西田豪太さんも結婚行ってなかったからなそうなんだこれが言ってもいいいんですかいやもう大丈夫で、ええ、僕はその瞬間を目撃してたというか、うん、ロフトプラスワンで西田さんが控室で泥酔して「うんうん、俺今から結婚してること発表する」って言い出して、うん、<laughs> みんなが止めてる <laughs> <laughs> そうなんだ <laughs> こんな流れでやら,やらないでくださいだって言わなきゃって夫まって <laughs> へえあれだってお家に行って、うん メルマ旬報フェスの主題歌を作ってもらって、うん、その時に。お子さんとかもあったもんな。うん、お子さん大丈夫だよ。かひどい時期がありましたが、どうやって直したんですか。今もひどいですよね。これね、うん、本当、ゴーちゃんが来た時に。うんうん、まあ、あの、前田明みたいな、うん。<laughs> ひどいいじられ方してるのもあったけど結婚してたら結婚したから腰悪いんかみたいにいじられたでしょああいう置人もね昭和の人は昭和,ですよ昭和だねあれあんなこと言う人最近見ないもんねでも昭和はみんなあんなこと言ってたよねそそそううでですすよ、よりゃまあまあだただ俺はもう何歳30ぐらいから椎間板ヘルニアだからこどうなっていくかっていうのはもう見えてるわけですよ。 まあ筋肉つけてある程度サポートするぐらいしかないうんとそれでも暴作だいや結局ヘルニアになってたらそれはもう治らないから、うん、まあまあ自転車は良いんだと思うよ、うん、あ,あそういや今年あれだコウ、うん、ちゃんと喋ってて死にかけたんだと、うん、<laughs> 年明けね <laughs> 年明け、うん、自転車もいろいろ問題があるかもしれない、うん 東野さんが極悪女王を見終わったぐらいのタイミングで前然について説明するイベントやってほしい確かにね、うん、でもまあまあ知ってますよねまあねあ興味ないって言いながらどいますよねそう知識はちゃんとある人あ<ぁ>うんうんうん、うんうん、まあね水野さんへの必要なアウティングは当事者としては怒りの立場、ね、ごめんなさい本当に申し訳なかったです、うん、それがもうなんていうのかな、うんうん 分かかってなあの時あの時点では本当に分かってなかったあと俺「味噌汁っていう言葉を聞いたの豊崎社長と飲んでる時に栗原雄一郎さんとその時にさっきから「味噌汁、味噌汁って言ってるのってどういう意味なんですかって聞いたぐらいそういう言葉も知らなかっただってねそのは本当、 博士というキャラクターというか名前のせいで何でも知ってるようなイメージがあるけど、うん、そうでもないですけど、ね。そうでもないし、うん、なんていうかな、シーンにいないんですよね、うん、ねちゃんとは。はい。あうん。吉田浩シーンだけにいるわ <laughs> ど。ドブシーンに <laughs>。ドブ、ドブの <laughs> <laughs> ドブがどれほど汚染されてるとかさ、ヘドロを巻いてるだけを見てるよ。<laughs> うん、それは確かにそうだね。うん あと、町山シーンにはいるかもはいはい、はい。配信に関するこさんのアドバイス、は、博士に合わないこともあると思いますが、どう折り合いをつけてますか。僕、めちゃめちゃ参考になりましたよ。つまんない配信も見た方がいいっていうの、本当、本<対>で読ました。めっちゃ見ました。うん、とか、あと、まあ、ここを見ることによって知れる。今の環境であるとか、こういうふうに見てるとか。うん、あと、俺のファンじゃない人が見てるんだなっていうのは。うん 感した、自分のライブだから俺のファンが見てんだと思ってたけどそうじゃないなまあんか生誕祭の時も東野さんだけのファンがいていやいや東野さんに喋らせる喋らせるなるじゃないですかもちろん僕はそうしたいけどまあね流れあるから生誕祭といえば僕のイベントではないので僕がコントロールできるものではないイベント全体が僕のプライベートを聞こうの流れになってる中僕があらがって。 そんなことよ東野さんの話が聞けないんですが、やりづらいまあね、まあまあまあ他やれることは話をずらすように沖田さんのエピソードを差し込んでまあでもプロレスと一緒ですよね指導権争いですね制空権をどういう風に取っていくかっていうことだからまあ本当に東野林とか西野とかとにかくさ 吉本の芸人には舞台から来るから、声が出て。てすごいよね。うん、よだって、あの年齢の前田五郎さんですらでかかったですからね。うん、やっぱ舞台立ってる人は違いますよ。ああ本当。平熱大陸と大違いだよ。<laughs> 平熱大陸と声。声張らないですから、ね。声全くそうですか。こう <laughs> ちゃんはどうなんですか。平熱ですから。<laughs> <laughs> うん 町山さんからギフト来て良かったですね。ですね。うん、いただきましたよね。はい、カタログギフト。はだから俺は、あのー、ゴーちゃんと町山さんなんかも。うん、まあ、知らない人もいるかもしれないけど、うんうん、今共演しないみたいになってるけど。ね、俺はしてほしいし。うん、まあ、いわば、こう、流れてることを言えば、うんうん、同じ。 流れてるわけだから、話し合うに決まってんじゃん。うん、うん、東と、うん、あの町山さん話し合うに決まってんじゃんっていう俺はそれが強い方、うん、もったいない東んは敵ではないというのはずっと言っているああああもちろん敵視しすぎちゃったせいで東んもちょっとこじれちゃってるああこじれてね。うん、うん。もったいないですよね 俺とロマン友好なんか、敵対する予算がないもんね一時 <laughs> めっちゃ敵対してたけど博士から見た爆笑田中さんの魅力は俺は本当ずっとわからなかったなそれがあ<ー> <laughs> ずっと分かんなかったまあ太田さんはまだ分かるけどいやもう全然よくわかるて、うん、いうか、むしろなんで俺たちはこんなにいがみ合ってんだって思う、うん、思うぐらい、うんうん、だって別に 好きなもの近いし好きなもの近いし家に帰って本読みたいだけだもん欲望がね芸能界でみんなと仲良く酒飲んでみたいな趣味がないよねないないでゴルフもやりたくないし麻雀もやりたくないしだから一緒の人なのなとか思うでああいう風にたけしさんが好きなあまりあって暴走するのもオリジナルっていうよりはまあたけしさんをコピーしたい演てるから だからすごいそういう意味じゃ太田君はもうずっとああたけしさんに影響を受けたチャップリンは彼あるかもしれないけどまあもう一人の俺なんだなって見えるけど田中君はまるでなかったなそれでなんだっけ「クイック・ジャパン」かなんか特集になった時あったけどあの時すごい衝撃を受けたもんまあでも本当、よき何それこそ結婚やってよきパパをやるじゃないですか。 俺がけてて、るのはああいううところだなっっやぱ思から。ちゃんとできますもんねだからレジ打ちやれって言ったらできる社会に順応できる人そうだけど太田君より狂ってる部分もあるっていうだけどあんだけ長くレギュラーをやれるっていう人は絶対常識人だからそれも本人曰くカンペしか読んでないっていうカンペあれだけ読めるや、もう十分よ読めないもんみんな。 そうういのもあるよね。成長で言うと小西さんの時も言ってたけどゴーちゃん自身は最初自分が喋れるって思いがなかったっていうそそれはうですよ。声も。早口すぎとかああいう。だけどここ2年ぐらい一人でライブやるじゃん。あれとか俺から言わせりゃ単独だからね単独でこんなにできるのかってあとできないと思ってると思ってなかったけどやっぱ。 チチャャレレンンジジななんだだっって。でで。しょ、やぱ一人そうなんですよもともと一人イベント頼まれても話し相手は誰かが入れてくれってやってたのがまあ一人でもやってみようかなというかまあこれがうまいんだよねこう読むのがね多分ルーム一人でやったとかでできるようになったんだよねコメント拾いながら思いついた話どんどん話すとかで全然できるそして時間は埋まるっていう感覚とかね ちなみに、博士の一人配信見てて思うのは、あの、YouTube 立ち上げてから無言の時間が長いから、最初挨拶とかした方がいいと思う。<laughs> はい、水道橋博士です。水道橋博士です。いきなり無言でずーっと2、3分何か食べたり飲んだりしてるだけで、<laughs> もうちょっとなんか人集まるの待ってんだろうけど、ね、さらっと挨拶して話し始めるぐらいでいいのに、ね、井上直哉ですとかいらないね。ちゃんと水道橋博士です。はいうん ニコルトマホークとは仕事したことありますか。えっと、高円寺チャンネルそうですよね。で一緒にしてますよ。で。 ゴーちゃんとののライブで、俺がボロクソ言われてめちゃくちゃ面白かったですけどまあだけどまあネタならいいけどと思うけどでももう LINE とかのやり取りを全部見せたいですよ俺がどれだけ丁寧な言葉を使って全然全然吹いてないからね見せたいけどまあまあネタだと思ってあれは本当の話じゃないですよ。まあでも腕あります腕あるね。 あの、泣き出したりね水道上げずに詰められたんですよないってそんなことあの、告発芸ねね爆笑したもんあれなんかネタじゃない何かの能力を持ってる人たちですねね素晴らしいちなみにあのあだ名芸かあっ喧嘩芸かあのネタは全部見ましたよ俺ああ うつの頃ものすごいいろんなネタ見たからうん、うん、それこそニューヨーク全部 YouTube 全部見たしうん、うん、あとは霜降りに関してはもうめちゃめちゃマニアですよ。YouTube の偉人ん,ん会がとても好きです待たってほしいですそうね次依頼はしてるんだけどなやっぱいいですよね、うん、同じぐらいのキャリア同じぐらいのね人たちが。うん 分かり合ってる状態で話す雑談っていうのはすごくいいああああただあれね、うん、あの吉田豪の話ね吉田豪のインタビューは絶対に受けないっていう話をねあのホリプロは切ったんだよね気を使ってねそう、うん、で俺はいや全然切るようなことでもないし豪ちゃんに対して失礼でもないんだよ全然大丈夫ですあれ残ってるから見てください博士さん前田キュさんは相手にしくじったことありますか 多くないですね。うん、よく電話をいただけるし、うん、こんなに礼儀正しい人はいないって、うん、まあ俺が直立不動になってるのは前田明の電話と都ノ、えー、の電話<れ>殿の電話と、はい、まあ高田先生があったらなるかも。はい、こ,うこんな感じ。でも、ね、基本的には前田さんと俺ってすごい仲いいです。よ。鬱、うん、の頃に電話かけてくれてたの本当に。 前田さんだけですからね,前田さんねなぜかいろんな薬のアドバイスとかしてくれますからね新しいあ徳島大学でね論文が発表されたんよ <laughs>、うん、博士ぜひ読んでよって五、うん、年ぐらい前だ <laughs> <laughs> でも優しいよねそういうの僕が一回銀座で歩いてたら吉田こって声が聞こえてなんかまた変な人になんかちょっかいかけられてるとか絡まれてるの嫌だなって言え 無視しようかなと思いながら振り返ったら高田先生だったことありまんだけどね。あ、そう。<laughs> 高田先生もすっごいな。うん、毎回なんか軽点五ヘぐらいの喋りやってるもんな。うん、本当に十年ぐらい前ですけど、やっぱロフトプラスんで一回絡んだ時の速度は忘れられないですからね、うんうんうん。でも最近あの話してるよ。新宿そうそうんえー。メリークリスえ何？クジバンバの犯人が隠れてたっていうね、ん。 なんで「梶原なんとかだ」って結構指名手配で有名な人ねで10年後に自首したっていうのあれーちゃんのライブでは言ってたんだけど今まで言わなかったのに昨日あたりラジオで言い始めたいにねりますか結構どころかまあもうどどの配信かもうわきゃいうかどんな感覚してやってんだろうっていうもう。 いつ寝てんだろうっていうのも <laughs> ねミプロ座談会でチョロ君が聞いてるのが面白かった朝毛 <laughs> スキャンダル大将の座談会メンバーにゴーさんが入ったのは博士の推薦でしょうかでもすごい長くやってるもんねですね。でも一番最後の座組で一番いいねしっかりいきましたね徳光さんね徳光ジュニアもすごいんですよ、うん、あんないいレスラーなのかっていうね 大晦日ぐらいしか絡まないんですけど、僕は。うん、そうなんですよね。すごいよね。うん、知識もすごいし、うん。どこかで多分、テレビで売れるとかを。ある程度諦めて。そう。うん、まあ、もともとロフトプラスワンで間ぐ際の話はしてたけど。<ー>雑誌でも、いいかなっていうふうな感じになってますよね。<laughs> 岩井志麻君もそんな人ですから、ね。はいはいはい。うん。<laughs> でも。 あれだよ郷、ねうん、ちゃんももう全く自分もタレントになろうっていう気はもうないよね。もともとないですよ元々ないけど <laughs>、うん、まあだけど入れてあげるっていう話もあ,あったりするじゃん,、ねうん。でもそれって何なのかなとか考えてたら、うん、とにかくひな壇に座って立ち上がってこうやって笑えないからってでもそれって俺はできるのね。うん でも元々できる人じゃない。無理してやってた。無理してやってるうちにできるようになるんだけど、それは一人でこうやって喋るようにできるようになるのと、同じなんじゃないかなと思うんだけど、自意識の壁が、誰しもなんかあるんだよね。ここのラインなんですっていうのは。あれをこう上げ下げ、もっと自由にできてたら、例えば俺、テレビ界でも成功できたかもしれないし、 期期待もされてた時期あるじゃん。うん「はい、おじさんレブンのあんなあれでメイン司会やってるとか、えーうん、でもできなかったんだなってやっぱ、うん、あ,あの「おじさんズイレブンの頃は鬱になったからねやっぱり無理してたってことですよねできないんだっていうね、うん、多分僕はテレビの仕事多かった時もそんなに大きな役割だったことはなかったから、うん、多分それもあったと思いますよ重要な そそれこそね、視界に近いようなポジションとかだったらもやもやしてたかもしれないですけどだけど、うん、サブカルのところでまあまあ視界やるじゃんそこはできるじゃないですかだって自分がコントロールできるからテレビは多分自分のやりたいようにはできないのが分かっていながらの仕事だから、うんうん、多分きついし、うん、あとドヤ顔とかも難しいよねきつかったですねあれは本当にきつい仕事だった <laughs> ドヤ顔サミット <laughs> やっぱ、ね、あの四五十人集まる特番に僕入れてもな面白くは機能しないですよ。<laughs> 少人数の番組だったらある程度僕は爪痕残せる実感はありますけどさんまのままとかうまくいった実感はあるけど、ねはあ、難しいですよ、はあ、まあまあまあ俺,、うん、俺も多分そこに近いんだろうけどうまああの何時間給に直せるとタレントってボロいじゃん,んね、うん まあその分自分がそこに向けて仕込みをやってなかったとしたらやっぱ恥ずかしくて出てられないんだけど俺はやるからそういうお金たくさんもらえるものももらえないものもそのベス,ベストであるのはでもそれをやらずに出てて外してたらやっぱもう死にたくなるだろうね。いや何やってんだっていう。でもできるとは思うけどまあまあマネージメントができないんだろうね。高田先生見て思うけど、よく、 ダブルブッキングとかしないなと、今俺自分で結構マネジメントやるけど、スケジュールをこう。把握するってすごい難しいもん。本当にそうですよ。すごいよね。ち <laughs> ょっとやらかしてますよ。この間やったのは知ってるけど、それまで全然知らない。うんうん、<laughs> いや、何度も。年一ぐらいでやらかしてましたよ。本当。うん、やっぱ難しいよね。難しいですよ、ね。うん スケジュール書き忘れとかいっぱいありますからねえつうかもうこっちで原稿に一生懸命なってる時に電話がかかってきてないので、うんだって「はいわかりました」って切って書かないっていうことがしょっちゅうあるじゃんしょっちゅうある俺僕はただねいろいろスケジュールがオープンになってるからファンの人が気づいてくれたりするこれとこれかぶってますよみたいな<ー> <laughs> で、即動いて<ー>博士はロンダンフェスからオファーがあれば出演しますかするだろうね、うん ととかずっっ喋てたよ。久田さんとか俺があれ4時間ぐらいやったの前半しか見てくれてなかったけどちゃんと喋れるし敬意も持てるしいわゆる授業受けてるような感覚にもなるし圧倒的に頭がいいってやっぱすごい思う細胞とかも思う感じだけど。 でも、そういう話をそのそれだけ地の巨人みたいな人から引き出す技術は俺はあると思ってるから怒ってるな<誰>岡村隆を脅した件はもう認めようよとか <laughs> ずっとこの人が一人この人なんだよね一、うん、<laughs> 人で暴れるんだよな、うん、岡村隆を脅した件って何 あの誤解が解けたみたいな話ってあれじゃないですかあれももうとっくに終わってますけどね岡村君と俺 LINE してるぐらいだけどイベントもやりましたもんねどこまでプロレスなのか分からなかったな爆笑問題との中そうですよねその後岡村君のやつで岡村小西君っていう結構大きな賞を取った放送作家ね彼が「博士ちょっとプロレスやってください」って言ってやってたからね 爆笑問題が「の騙されてんだよ若村!」とかってやってあの3組になったやつあるじゃん。あれって俺シナリオどおりにやってて急に俺だけ悪いって話になっんだよあれいまだに納得いかないわ。まあ多分ねスタートの朝ンの頃のきっと怖いみたいな擦り込みがまずあるし僕はいいとも最終回で田中さんの凄さを知りました。確かにね田中君 冷,冷静にい,、うん、いていい感じだからいいんだろうね「ここは僕が」って言って任せられる感じはねうん、うん、でもやっぱりラジオとかでね、うん、あの一般人は虫けら的な発言を今でもしちゃう感じのコロナの時の「伝説の一人配信懐かしい」うん、偉いよね本当そういうのは。うん い休みたくないっていうか、うん、台風があるから今日は休みでしょっていう久田さんんの方がななか普通なんだよね俺いや僕は考えられないんですよそ,それが不思議だね <laughs> な,なんで休もうって発想になるんですかっていいやその間なんか映画でも見ようとかさ、うん、あのサブスクでね、うん、そういうのは思わないのかな全然全然<ー>仕事はちゃんとしたい<ー>決まってることはちゃんとやりたいっていうのが。 n h k スピン水曜日博,博士の日の初回ゲーストが吉野剛だったなと昔の思い出、ね、ありましたね、うん。あの時めっちゃ仲良かったよ。一時一時不仲不仲気がある。うん、それは俺結構謝ってますよ。うん、今ここにタケシさんのね、うん、博士の店で借りてたこれね、うん、これも俺なんか借り倒して、うん、で傷だらけにして返して。うんうんうん 本当申し訳ないと思ったもん大丈夫ですよあの時俺めっちゃ謝ったでしょ謝りましたね折島一平と何かやりたいね俺最も天才だと思ってんのは折島だからねバイオラバーの話完全するじゃないですよ今も来てますよバイオラバーの話って山本化学工業に行ってほしいんだよねで、かつあの。 被害を受けたご家族の人であるとか俺のそういう推薦してる文を読んで買ってこのような被害があったっていう人は俺はマンツーマンでやりますよそりゃそれは本当に申し訳ないっていうでいまだに俺もバイオラバーのやつ着てますからうんうんうん サムライテレビの浅草キッタの海賊男は資料的価値の高い番組だったのでデディィブーディー化してほしいですそうですよねプロレスマニアねそう言いますよねうん、うん、あれも、ね、じっくり時間があったから良かったねハチミ二郎さんやプチカシマさんと和解できそうですかハチミ二郎は拒否されたなうん、うん、面会行こうとしたんですよねああ、うん プチカシマンもいつ,いつでもいいんだけど、うん、でも何て言うのかな、うん、博士が,がいない世界で仕事をしてるのが幸せで、うん、仕事がうまくいってるのを、うん、なんかそこに一緒にまたライブやろうっていうのはあんまり良くないのかなって思ってるし、うん、多分こっちからアプローチしちゃいけないというか、うん、向こうがそういうふうな。うん モードになってくれたらいいだろうけど、うん、もちろん、うん、まあそんな感じですよ、うん、自分の系譜を託す弟子と言えるような人は誰ですかこれで結構弟子いっぱいいますからね、うん、まあ運転手的な人とかはねもういるし、<口>いやいや、それこそ、うん、この10年でも5、6人いますよ、うん、5、6人いるし、うん、まあ最も成功した人は、うん あの櫻井新一っていう日テレの専属の放送作家ですけど絶対に顔出ししないまあいろんなエピソードあるけど今ここでは言わない終わってから教えてあげるいつかタイタンライブで浅草キットの漫才やってほしいなタイタンライブでやるわけがないってことですよねなんでなんで人の工業でやらなきゃいけないんだって多分やるんだったら なんかねお互いが出てのワンマッチ工業的なものだったら可能かもしれないけど、うん、もちろんよしきさん会ってない、うん、あでもこの一年ぐらい前に会いましたよね、うん、それからドミューンでごま、うんうんうん、さんカウボーイのヘビーリスナーですよね大好きですよ俺でもあんま聞いてないな、うん、あんま聞いてないあの 鬱の頃時間があったか聞いてた時期があるくらいだな。在籍青年団の二人との交流は最近もありますか。竹内先生あるけど、うん、あのー、マコさんとちょっとちょっとちょっとピリッとね、うん。なってままにしてるけど、うんうん、またあのー、謝りに行こうとは思ってますね。うん いやまあ、自分が悪いっていうかまああれだよね、うん、いうか LINE の交換みたいなのって、うん、やっぱ言葉尻が変にななるるかから、ら、うん、えってなるから、ねうん、直接会って話したいあ会って話し「たいし、うん、お前が言うたやないか」みたいな、うん、関西弁で書かれてたらもう完全にはい、はい「すごい怒ってんじゃないかいううな」ってマウンティングになるじゃないですか。うんあのー 松井一郎とか、あの一郎さんね、一郎元市長が、あの。いろいろ政治批評をして、維新について。ペペケケこういうこと嫌なっていうふうに、嫌ながさ、イラッとするんだよな。何を言う、嫌なやんって思うね、あれ。だから、普通に、強調もしてると思うけど、全部敬語、丁寧語。をやらない限り。 ラインやあれはギャグは伝わらないよね、うん、ギャグや、お笑いの意味で使う、うん。あれはもう、もう絶対やらないようにしてますね。うん、お前とかね、うんうん。ダメですよ。あ一切やらない。うん、あの、若林亮吾って今ついてるやつに言、いうん、いギャグをやっているだけで。うん、や、らないです、もう。高さんも大剣、大分ね、ここの何年かはいろんな反省をしてますよね。俺ずっとしてる。<laughs> ずっっとしててるうか、ままああ迷惑をかけているしなんと言えばいいのかな順調じゃないから自分がねでもう一回立ち上がるためにそんな偉そうにやれるわけないじゃんあっちこっちに不義理になってるわけだからそれを結構取り戻すのにも時間をかけるし。 お前が、俺が悪いんですよっていうのは第一条件だなと思って。で僕は博士の配信むちゃくちゃ見てる側として。やっぱたまに気になるのは、博士のフレンドリーな感じで。あのゲストとかを。結構こうやって触っちゃうのが。ね、よく言う,よ、ね、う。あれはやめた方がいいよ、ね、<laughs> 触りすぎてんですよ。いつ24時間テレビでこうやって手出すかわかんないよ、ね。<laughs> ヤスコにやってもおかしくないぐらいに触っちゃってるんですよ本当だよあれは危なっかしいと思って猪瀬直樹みたいにねそうそうそういつの間にかこれやってが当たって気をつけなきゃダメなんですよそういうのもあとあのタバコみたいなのを吹きかけてるのもあれも良くないですよ配信でね配信で CBD 吸ってる時はハラハラしてましたからね <laughs> C. B. D. 吸ってましたけど、うん、全然一週間、今も、ま。ももう全然、そういうものではないので、うん。全く吸ってないですね。うん、あったら吸うかもしれないけど。うん、芸人視点からの新助表を聞きたいっす。長くなりますよ。<laughs> <laughs> 俺結構。新助さん追求やってんだ、ゴーちゃんがしてんだよね。うん、俺はして、してないんだっけ。松本さんの追求はしてるっていうか、うん、松本さんは。うん 今も才能あるし、トップレベルでしかももうめちゃ俺はダウンタウンがいたから自分がああいう変装免許証事件とかあっち側に行っやらいけないと思ったぐらいダウンタウンは偉大な芸人で今もすごいしただ今の体制でテレビでは出られないですよって吐くしても無理ですよっていうのを言っててだけであと劇場や配信とかをどんどんやってほしいっていう。 大島さんなんかも同じだと思うけどね。そうですよね。ブリータッチ大島さんのファンが怒ってましたね。そうなんだ。大島や鈴木さんに育ってんの、うん、俺は。うん。自覚なくやってる、ね。そうなんですよ<ー> <laughs>、うん。チェンスケさんももちろんね、才能はとてもに決まってますよ。すよとんでもない能力ですようん。 まあ,ね、ああまあ今思い出した例の件をゴーちゃんはずっと一人で、うん、広めてた時期があんだね被害があった女性がいるんだっていうのはね。後にオープンになることを10年以上前から僕が言い続けていたっていうね。そんなこと言ったらその「シオン」とかさ、うん、ゴーちゃんはずっと言ってたっていうけど俺はまた本当に、うん、本当に記憶がないわけじゃん。 対談の時の書き起こしの即記録を調べて会って「いや申し訳ない」って「ありました」っていうので言って事実があれば俺はそっちの事実にそうだなと思うしその資料に関しては俺は騙されてるねそういうことをやっているグループがいてそれとは違うプロデューサーとしか会っていないからわからなかった。 でも、後から考えると、そのグループが違うっていうね。あの、坂口拓だけ、あの人も俺と会った時に、いかにももう、この人たちはまずいって顔をしてたもんね。そのシオンに憧れすぎてたんだね。憧れてましたね。いや、でも才能はありましたよ。才能はあった。でも、アインシュタインとかもそうだけど、才能があったから、 していいわけじゃないか。らねまずはきっとリターンを楽しみにしています。はい、漫才はないですか。ゴーチャんも出ますからね。出ますね。発表されましたね。はい。公演時会話でサルクリーヤさんとは面識ありますか。あります。あります。先日お会いして。お話して、ライブに出てくださいって言って、オッケーして。そのまま、あれですね。会ってないですけど。あのラインは繋がってますね。 なんだっけあの何の店だっけサルゴリラのお母さんがやってる店、うん、俺の家のすぐそばだったそうだ今思い出したゴーちゃんが誰にも言ってないって、うん、結婚の時ね、うん、俺一人だけでもきあのうあの指輪には気が付いてなかったけどその前にゴーちゃんがギリギリに間に合って俺の跡で「うん、博士の家ってまだ売ってますか?」って言った時に俺が「あ新居?」って俺言ったじゃないですか。うん、あれ俺だけじゃないですか。 新居というか、結婚すんのみたいに聞かれたんですよね。僕は濁して。で、俺だけじゃないですか。あそこで気が付いてるの。あ、単純にその、僕のこれだけの荷物が入る家を探してて。で、そういう。俺の家はもう一番いいですからね。ただ一億八千万っていうね。そうなんですよ。無理ですよ。いや、それぐらいあるっていう説もあるから。町山さんがそうした、もう言ってもいいのかな。結構言ってると思うけど。 まあいいわ、何億あってだから今もう仕事しなくていいう自でむしろ配りたいって言ってるぐらいそうですよその一環ですよなるほど僕のカタログギフトは僕は町山さんらしいプレゼントとしてチェーンソーを買ったというどこが町山さんらしいんだよ町山さんからほら結婚祝いでチェーンソーを贈られたと思えばいいじゃないですか それはいい、良くない。チェーンソー、あれしか、テキサスチェーンソーまさかの。あくまで、生贄感が出ていいなと思って。ですよね。はい。は町山さんらしいチェーンソーいただきました。ありがとうございます。よかった。本当町山さん、今度帰ってきたらね。アズマンとかも、みんな集めて、それこそやりたいよね。言論でもいいし。です。うん。 まあね、津田さんと東の和解もねずーっと何とかしたいと思ってたのがああよりこじれていってああお互いのファンもそれを望んでない状態になりというでも代表とかキュ,、うん、キュンキュンしてるじゃんそれがいいんじゃんっていう <laughs>、うん、あれあの代表も好きだけどねそういうのにの東に感情移入しすぎてるそれる東の気持ちがわかるっていう。 みんな分かってくれないでいるあのアズマンの寂しさみたい。な。<laughs> と思っている代表も上から見るとすごくいいね。うわー、う、ま、わ、あ、ってそういうもんだなー。うん。うん、っていうね。はい。まあ今回ね結構止まってたのでなんとなくね延長はしますよもちろん。はい。うん。ででもポリタさんね中立のところで手打ちできればいいのかもまあねそうなんですよね。そうか二人はそういう意味でも対立構造があるんだね。うん、配信の ロンン番組をやっっててるからっていう、えー、津田さんは意外と思うところはないみたいなことは言ってはいるけど俺津田さんと一回も揉めたことないんだよね、うん、あの普通のしゃべりでもあの津田さんがあんなに揉めるんだって思っちゃうけどな、うんうん、東は揉めるだろうなと思うけどね,、うんまあ、ねでも 面白いもんね、あの人面白いしあああの人喋りが面白いよ、まあ、能力は確実にだから奥田さんが認めるのもわかるっていう「ああああ <laughs> テレビ出ないよ」って面白いシリンが漫画で町山さんを揶揄した絵を描いた時チェンソーを持たせててちょっとほっこりした <laughs> <laughs> そのイメージがあるんだよね <laughs> 町山さんのチェンソー。違いますようん だからな、まあねでもそのマも面白いでしょ一人急になんか始めてお酒飲みながら突発放送俺なんかより全然面白いですよ俺なんか拾っておとなしくやってるけどおとなしいですよ博狭さん突然歌ったりとか突然寝たりとかするその面白さぐらいですね今日は誰が起こしに来るんだろうみたいなマってめっちゃ怒るじゃんあと自虐もすごいじゃん 面白いなあ。あの能力は高いですね。高い。うん。そう。だそれでその良さというかね、本当にあまりにも一方的にアズマン敵視してる人が多いから、吉田た声にあまり絡まないでほしいとか、いやそそんな敵じゃないですよっていう。どれぐら敵視してるの？町山さん以外。やっぱそのマチさんとか津田さんとか好きな人は。津田さんはそうかそうかそうか好きな人はあのしんがりを逃げたっていうふうに思ってるんだよね。あそこの方ね。 あんまりああいう人とは絡んでほしくないみたいなだってあるじゃないですかそれこそ望月磯子と絡むなんていう下のもみたいな望月磯子さんって全然良かったでしょ僕喋りやいい絡み方してるはずですよっていうちゃんと俺も何度か会ってるけど福田村でもあったし特にねロンドンフェスなんて相当僕いいバランス感覚でやってますよっていう見てよっていう。 逆に言うと久田さんあの、うん、島田正彦さんとかさ望、うん、月さんとかもやっぱこうなってるんだよね、うん、ねそんなこともないと思うけどね箕輪康介は俺は問題だと思うけど、うん、あれはひどいじゃん、うん、久田さんに対してはい、はい、あれはやっぱ絶対許せないと思うけど。うんうん アズマンの哲学の話はずっと聞いてられる聞いてられるよね,い,るねああいや、結構俺、アズマンの昔の本も集めて読んでますよ、うん、高瀬は陰謀論にはハマらなかったんですかハマってる全バイオラバイがそれぐらいですよ <laughs> <laughs> 科学はああ <laughs> なんかハマってるかな、うんうん、いや、俺、まあそんなこと言わないほうがいいか、まあいいか, <laughs> かあの家族が。 なんかそんな感じになってんのすごいあれだな「え俺俺の方が絶対知ってるんだけどそこは」っていうねその令和に関してね令和からもう立行してること自体が陰謀論の世界に右側が見えるからねまあね山本太郎はちょっと陰謀論寄りではありますけどねぶっちゃけところもあるあるけど だがまあ結構これはスタッフがすごいから、あその辺が陰謀論だったら問題だけど、なんだっけあのあの人なんだっけ人参頭みたいなしてるじゃん。はいはいごぼうの頭。ごぼうの頭。ま人参だから出ましたけどね。よかったよかったよかった。今なんか俺の YouTube 撮ってくれてる監督が庄司。 谷さんっってていいうね昔をた正直庄司谷さんの YouTube チャンネルもあいういと思ってますよいやだって一番上がそのごぼろっつだから結構陰謀論寄りの人たちが多いチャンネルでおおと思って全然知らなかったからすげえびっくりしたというねまあ今の人参党のボケは秀逸人島だ お父さんの山本太郎兵はタレントとしては大好きですよ。はあ、もちろん。いやだってまあまあ政治に踏み入れてる人はやっぱ一週なんまあその図むっていうかさ、うん、党に流れてるものってまあ一枚はならなきゃいけないものなのよ。だからもうそれは仕方ないね。うん でも僕が昔取材した山本太郎面白いエピソードが、結構今山本太郎批判で使われたりしてるのは可哀想だ。可哀想、可哀想ですね。まあ、俺もいくつもありますよ。うん、あの、山本太郎と伊集院の話。最高のエピソードですよ。大好きだ。大好きなエピソードあるけど、うん、言えばそのまま使われるから、な、うんだから言わないようにしてます、ね。め名悪魔くんですよね。うん、<laughs> 最高の話なんですけどね。 あれ伊集院どこでやったんだっけね、すごい長く山本太郎との関係って喋ってますよね、どっかで。そうなんですか。ありますよ。どれくらいあの二人すごかった。まあ親友だったわけでね。それが俺に黙って結婚したってことで。山本太郎が怒ってっていう。ものすごい長いストーリーやりますよ。はいはい。あの伊集院が新番組やるときに。あの山本太郎が突然来てとか。さ路上でね。 いや、行動力半端ないよね。でも、だから、なんだろうな、本当に。元気が出るテレビの。ね、あ、じゃ、コング、ずっと、戸カ・ヨットスクールでしたっけ。あのノリのまま、しばらく活動してた感じが、僕は大好きなんですよ。でも、まあ、だから、やっぱ。なん、なんていうのかな。あの、やっぱ、学習してるから、あの、イズムっていうか。まあ、左翼が持っているイズムってあるから。だけど。 どっちがカルトなんだって言ったら俺自民党の方がよっぽどカルトだけどな今の段階で言えばよくみんなこんだけ投票できてんなという。 公平的に言ううとそう思いませ、ねうん自民党支持者の人たちが今まで騙されてきたことっていうことに関してはね、うん、とはいえね世の中は圧倒的に自民党支持者の方が多いわけで我々はドブ側なんですよドブドブ所詮はね <laughs> 所詮はドブですよ<詮> <laughs> しかもこんなの届いてませんからねそうそうそう小さな渦がこうあるだけででもその小さな渦を一緒に見てる人はみんな仲間だよって俺は思ううん、うんうん そううい人と喋りたいもん夜中ねバーに今よくいるじゃないバーうんこに入り浸ってねうんこだけじゃないよ猫の目とかさで隣にいる人たちがなんかとんちんかんなことを言ってるなってやっぱ思うのよでも毎日生きてるってこういうことなんだなって長州力とかね力もいろんなとこ言ってますから長州力も言ってますよ 飲み歩きすぎだなと思いながら見てますよ。もちろんもうやめました。<laughs> あのこれから一ヶ月二万円で暮らすことになって。<laughs> <laughs> もうね若い衆に奢るだけでなくなりますからね。そうそう。うん。本当できんのかな地道にやりましょうよ。はいはい。そう生きてるだけで丸儲けで。はいはい。うん。そんな感じでそろそろ告知の時間ですかね。<laughs> こっちか。何用意してたんだっけ。10月10日、浅草、フランス東洋館で、こうちゃんも一緒に出てくれる、朝日芸能人復活ライブありますので。それは、あ、でも配信を見ていただきたい。そうですね。会場は完売だけど。完売しました。初めてですよ、あんな3時間で完売する様子を見る。それだけね、待ってたんですよ、ね皆さん。そう。ありがとうございます。 あとはあ、今日からずっと俺はライブだ、うんうん、明日ドミオン、はい、あドミオンってあれ客入れするの客入れもしてはいるんですけど、うん、あれどこで告知してんのいや前日告知とかだから正直お客さんは現場にはほぼいなくて、うん、ただ 渋谷だけど。DJ とかの時間に来る人とかはいる感じで前の杉作さんとやってた時はそれなりに入ってはいたけどそれは多分アイドルライブとかも入れてたからみたいな杉作さんとも復活してよかったねそうで豊橋はいはいはいらいはいあとその次は「パンディット」「あさってパンディット」でプロハンバーガーさんと。 も架空昭和誌だっけ妄想昭和誌のイベントありますこれもうガチガラガラです今ぜひ…今でも本当わかんないですからね会場売れなくても配信回るとかいっぱいあるのでそれ僕の主催じゃないから完全に任せてたからちょっと俺うるさいと思いますよ明後日に向けて見てくださいっそれから告知を告知がうるさいもう24時間俺告知してるから やらなくなったね、告知もリツイートも。だいぶ減らしてますよ。ね。うん。そういう時間を作ってるってこと。そう、家族でご飯を食べてください。やってますよ。いや、これ俺。俺。確かにね、博士の日記を見るとね。一人飯。まず朝一人飯。で夜は若い衆と食べて、昼夜は。うん。だんだんないなあっていうのは伝わりますよ。 もう行かないですお金がないからちゃんとしましょうはいこの後 YouTube にアーカイブ化されますが問題発言はないですね俺はもうないですショールーム側が多少の気遣いをするかどうかですねはい拳銃の話とかがあそれはやばいのあの辺がただ修正があのショールームって「バキューン」って音なんで消すだけ意味ないでそうあの時桃地さんが「バキューン」を持ち込んでたそのままになっちゃうんですよ 白木美男さんがバキューンを持っててみたいな逆に面白いですけどね <はい S 2> <laughs> 次回のゲストはファーさんです僕も会ったことないんですけど<ー><近>よくそういう人と出会できるねあの出た本が面白くて<ー>僕のサブカルスーパースターうつ伝にもつながるような40歳ぐらいになってきて何やっても楽しくなくなってきたみたいなああそういう人多いねそうそうでそういう話をじっくりしてみようかなという、はい、感じですはい、はい、そんな感じで本日はどうもありがとうございましたありがとうございました 止まりまくた。